皆さんこんにちは。司法試験2022年度合格答案作成講座憲法第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて本日1回目なので、教材の確認をしていきます。でまず発送されていると思いますけど、合格答案作成講座問題集憲法で、これはねメインのテキストなので、これ毎回使います。これ、お持ちください。でこれペラッとめくると分かる通り、第一部法科大学院過去問とか旧史過去問とか、どっちかというと短い問題文のが載っているのが第一部で、第二部が予備試験の過去問という構成になっております。で第二部も大事なんだけど、第二部の問題を解けるように力を蓄えるために第一部があると思ってください。であと定義集です。合格答案作成講座定義集憲法で、これいろんな定義があります、書いてます。でね、これは講義では特に使わない、たまに見ることあるかもしれないけど、プロジェクターに基本映しますのでお持ちいただかなくても結構です。これはであと論証集で、これはいわゆる論証がまとまったやつです。でこれはたまに使います。でこれはお手元にあった方が受けやすいと思うので、なるべく持ってきてください。ただ忘れたから取りに帰るほどではないです。問題集があればとりあえずなんとかなる。あと6本もね、一応憲法だけど条文使いますので、お持ちください。で今回はそれに加えて、憲法論文の書き方というレジュメもご用意しています。で今回第1回目なんで、憲法の論文ってね、すごく特殊なんだっていうことと、勉強法について少し、扱いたいと思います。でね、まずこちらのね問題集の282ページ見てください。第65問です。いきなり最後の問題に飛んだんだけど、これは司法試験予備試験の令和3年度の過去問になります。でこれすごい長いですね。で別に今読まなくてもいいんだけど、要するに B 氏が環境保護条例っていうものを作って、なんか特別規制区域ってところにね、広告とか出したら規制されるみたいな条例作ったんです。で282ページの下から2行目見てください。B 氏歴史的環境保護条例案のうち、表現活動を規制する部分の憲法適合性について論じなさい。要するに合憲か違憲かということですね。なお同条例案と屋外広告物法、屋外広告物条例、道路交通法などの他の法令との関係については論じなくてよ。このように長い事例が与えられて、でこれね仮想法律問題ってやつなんですけど、要するに架空の法律が あるとして、条例とかがあるとして、こんな条例ができたら違憲なの合憲なのって聞く問題、よく昔からあるんです。そういったのが出たりします。でですね、憲法はこれ書き方とかやたら難しいんですね。なのでちょっとその書き方を少しやっておきたいと思います。で、これなんで書き方難しいかというと、憲法っていうのはね、どういう特徴があるかというと、法の法でした。これ法律の上位のルールが憲法でした。そして憲法ってのは法律の上位のルールなんで、一般的な民法とか刑法よりも要件効果が抽象的、条文が抽象的です。ということは民法とか刑法みたいに要件にかっちり当てはめて効果を出すっていう側面ももちろんあるんだけど、それだけじゃ足りない。抽象的なので、これ学説や判例等で補って書かなきゃいけないんですね。
で、さらに憲法の答案で意識してほしいのは、党派制という問題です。で、党派制ってのは要するに誰の立場で書くかってことです。要するに合憲にしたい立場で書くのか、違憲にしたい立場で書くのか。弁護士ってクライアントのね、望みを叶える仕事でもあるので、クライアントの望み通りの結果を導くためにはどういった法律構成をすればいいのか、あるいは裁判官の立場で書くと中立で書きますよね。なので、この誰の立場で書くかっていうのも意識しなきゃいけない。なので、憲法って結構特殊です。で、実は別に書き方なんかルール本当はないんですよ。ないんだけど、一定の型みたいなものがあった方が皆さん分かりやすいと思うので、今日は最初の講義でそれをお示しします。論文にルールはない。でも型があった方が分かりやすいので、型を示します。なので、今日はね、この型、特に型はね、人権にあるんですよ。統治はあんまりなくて人権にある。なので、この人権を中心にやっていきたいと思います。で、憲法ってね、この型がないと自由作文みたいなものになっちゃうんですよ。本当に法律の論文じゃないようになっちゃうので、これぜひね、型を1回身につけてください。型を崩すのは皆さんの自由です。でも1回身につけることが重要です。あとですね、1回目の講義からこのね、私の憲法を聞いてくださった皆さん、多分ね、今日聞いたらね、憲法嫌になると思います。はっきり言って難しいです。というかね、憲法ってね、正直言うと司法試験や予備試験で一番難しいですよ。とっつきやすいですよ、最初は。なんか人権とかね、平和主義とかやってるから。でも、だって法の法だから難しいに決まってるんです。で、苦手な人もすっごく多い。ただね、苦手な人が多いんで、ちょっとかければ点数跳ねるんですよ。ものすごいいい点数取れます。で、もう一つ、覚える量はね、論文自体は少ないんですよ。だって憲法条文少ないし、そんなに論証もないし、しかもね、人権ばっかり出て、統治ってそんなに出ないんですよ。って考えると、割とね、コツをつかめば得点源にしやすい。あと、今日は割と難しいこともやります、正直言って。ただこれをね、身につけちゃうと普通に書けるようになるので、憲法に関しては諦めないでついてきてください。そうすると普通に書けます。しかもかなりいい答案書けます。で、ごまかしじゃなくてちゃんとしたことやるんで、これマスターしてください、ぜひ。じゃあ、憲法論文の書き方で、ピラッとめくって2ページ目、憲法論文の作法1、試験上の注意点。これも論文の答練とかやってる人分かると思うんだけど、試験時間を確認、答案はボールペンで書く、必ずアウトラインを問題文の余白に書いてから答案を書き始める。これ答案構成って言いますよね。この答案構成をする。で、答案構成の時間は試験時間の3分の1から4分の1程度で、途中答案できるだけ避ける。で、おいおいお見せしますけど、答案構成って言って、白い紙が配られるんですね。そこにどんなことを書くか、骨組みを書いてから書き始めてください。途中でね、書くことを変えたりしたら司法試験間に合いませんので、答案構成は必ずする。で、やり方はだんだん示していきます。で、2、憲法論文の作法の方法とかいろいろありますけど、これね、ロースクールを受ける人のために一行問題、についても対応するために書いてます。ちょっと見ておきましょう。2、憲法論文の作成の方法、括弧1、問いに答える。で、全ての科目に言えるが、
聞かれてないことをいくら書いても全く点数にならない量より質で、例1番、法律上の訴訟について説明した上、法律上の訴訟に当たらないとされる具体例について述べよ。で、こんなのを一行問題って言います。説明せよとかなんちゃらについて述べよう型の問題で、予備試験と司法試験には今ほとんど出ません。あのロースクール入試にたまに出るだけです。ただロー入試目指す人もいるので、一応これねレジュメには書いております。講義ではね、あの割愛しますが、ロースクールで一行問題出るところを受ける人はざっと見といてください。ということで15ページに飛びます。15ページの4、事例問題の書き方、自由研編見てください。こっから本格的にいきます。例、 X は大学で医学の勉強をしたが、現代の医学のあり方に疑問を感じ、医師免許を取得しなかった。あのブラックジャックみたいな人ですね。しかし X は独自の医学理論に基づき、がんを完治させることができると考え、反復継続の意思を持って患者から料金を徴して手術等の治療を行っていたため、医師以外の者が異議をなすことを禁じた医師法違反の罪に問われ起訴された。これを不服とする X は憲法上どのような主張をしうるか、またその主張の是非について論ぜよ。まあ、私の入門講義を受けた方はですね、同じ事例あったかもしれないんですけど、まあ、最初なんでお付き合いください。でね、ここで医師法の参照条文があるんですよ。第2条、医師になろうとする者は医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。で、第9条、医師国家試験は臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して医師として具有すべき知識及び技能についてこれを行う。17条、医師でなければ異議をなしてはならない。31条、次の各法のいずれかに該当する者は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。1号17条の規定に違反したもの。で、これは短いですけど、こんなのが事例問題です。で、手順なんだけど、2つ聞かれていることに注意。で、括弧へ、憲法上どのような主張をしうるかという問いは、どこを攻撃するか。これ物騒なキーワード出てきてますけど、憲法では特に意識してください。何攻撃するんですか。これどういうことかっていうと、つまり法令そのものが憲法違反なのか、これ法令違憲ですね。これをやると法令が違憲無効になる。で、法令は合憲だとして、法令の適用が憲法違反なのか、適用意見を聞きたいということ。で、他にも裁量の行使が違憲だとか、行政処分が違憲だとか、はたまた私人間効力とか、いろいろあります、バリエーションは。ただ多いのは法令違憲か適用意見か。で、これ両方書くこともあります。ただ意識しておいてください。で、本文なら法令違憲なら、医師法2条17条31条が職業選択の自由、憲法21条に反し、22条だね、これ間違ってますね、憲法22条に反し、違憲無効であると主張をなしと書けばよいということになります。で、そもそも法令違憲と適用違憲って何が違うのか。あのね、大抵のテキストや基本書には芦部先生の三類型が書いて、割と大混乱に陥ります。ただこれ論文上はそんなに難しくない。法令違憲というのは、この法令ってどう考えてもダメだよねって時に使う。で、適用意見というのは、法令はまともだけど、この人に適用しちゃダメだよねっていう特殊事情がある時に使うんですよ。注意見てください。適用意見を書く場合のイメージ、その人の特殊事情、これを司法事実と言います。その人、要するに裁判だけで出てくる事情を使いたい場合に書く。要するに、一般的には医者以外が医療行為をすることは合憲だとしても、この X が医療行為をすることは正当化しても良い事情がある場合に書く。例えば、 X が医学部を出ていたが思想的な理由から医師国家試験を受けていないだけで医師としての能力はあるなどの事情がある場合。で、もっと言うと、さらにね、目の前にもうすぐ手術しなきゃ死んじゃうような人がいて緊急避難的に手術をしたとかね、そういう特殊事情がある場合は適用意見をゴリゴリ書く。で、今回は一応医学の勉強をしていたから適用意見を論じることもできます。要するに、一般に医者じゃなきゃ医業はやっていけないんだけど、医学の知識がある人はいいみたいなね、書くときは適用意見を書くってことです。で、今回は一応問題文の、進め方上、法令意見だけを見ますけど、適用意見を書くこともあるっていうのは知っておいてください。で、 B、 その主張の是非、医師法2条17条31条が職業選択の自由、なんで21条になってるんですかね、憲法22条に直してください。すいません、なんか
多分ワードの構成で勝手に21条になってるんでしょう。22条に反するのかを書く、ここで人権ストラクチャー、人権パターンが使える。なんか変な名前ついてますけど、これね、あの論証パターンって使うとなんかあれだったので言葉変えただけです。で、人権ストラクチャーとは、ある法律や諸文等が人権を制限しているとき、その法律や諸文等が合憲か否かを論じる方法である。で、自由権の制約に使える方法でね、何を言ってるかというと、自由権侵害の法律の法令違憲の書き方っていうのは結構かっちりしたものがあるんです、昔の司法試験から。で、それを若干私なりにアレンジしたものをお示しします。で、これは割と一般的に使える方です。で、丸1番、まずどんな権利自由が侵害されて、その権利自由が憲法上何条に当たるのかを指摘します。で、こんな感じです。で、今回 X が侵害されているのは異業を行う自由で、ここでね、気をつけてください。今回 X が侵害されているのは営業の自由とか職業選択の自由とか、いきなりやらないでください。なんでかというと、法的三段論法の建前から言うと、生の事実があって条文に当てはめるんですね。だから生の事実は侵害されているのは異業を行う自由で、これが憲法22条1項に該当するんだって書くのが法律学の正しいやり方だし、憲法でもそうなんです。だから生の事実を指摘してください。異業を行う自由で、異業を行う自由は営業の自由に含まれるってことです。でね、これをね、権利設定の問題って言います。つまり憲法の人権論にでね、論じるためには憲法何条に該当するって書かなきゃダメですよね。つまり何条に該当しないと憲法論にならない。これ人権のどの条文に該当するか、だってこれがないと始まらないですよね。で、実はこの権利設定ってさらっとやりがちなんだけど、これしっかり書かなきゃいけません。それが今の丸一です。じゃあちょっと具体例を挙げましょう。皆さん、淀号ハイジャック事件って覚えてますか？淀号ハイジャック事件っていうのは未決交流だった、つまり拘置所に入っている人が新聞を購読したんだけど黒塗りして出されたって事件ですよね。あれって何の自由侵害されてます？例えば新聞紙を黒塗りされたことは表現の自由の侵害になるって書いて間違ってないですよ。論理飛躍めちゃくちゃありません？だって表現してないですよ、黒塗りの新聞読むことは。だから閲読の自由が侵害されてるって、まず生の事実を書いて、閲読の自由が憲法21条1項で保障されてるのかってちゃんと説明しなきゃダメですね。で、よくよく考えると読む自由と表現の自由って全然違いますよね。だから閲読の自由が憲法21条1項で保障されてるのかで書いて、まあ、知る権利とかを書いていくって話になります。それがこの権利設定の部分で結構点数振られてるんですよ。なのでここは意識してください。で、さらに今回では明らかなんだけど、次に権利侵害ってことをしっかり書く必要がある場合があります。で、これもちょっと具体例で出しましょうか。例えばですね、例えばですよ、私はね、そういう思想を持ってないかもしれないんですけど、私が岸田首相が大嫌いだ、岸田首相のやってることは許さない、岸田やめろって一人でデモをしていたら警察官から注意された、これって権利侵害あります？逮捕されたとか殴られたとか拳銃で撃たれたとかだったら権利侵害ありますよ。注意された、まあ、公学上は行政指導ですよね。
そもそも権利侵害あるのってのもう問題になるんですよ。だからそれも意識しておいてください。権利侵害があるかないかも問題になる。いいでしょうか。ちなみにね、もうちょっと高級なことを言いましょうか。これのバリエーションとしてどういった問題がありますよ。私いろんな判例の例出してますんで、分かんない判例あったらぜひ家でね確認しておいてくださいね。判例ってやっぱ事案としてすごい大事なんです。剣道受講拒否事件って覚えてます？まあ、ある宗教を信じていた人が武道はいけないと思って剣道の受講拒否したら退学処分になったって事件。でもその人って剣道がある学校だって分かって受験したんだ、同意があるって言いません？だからこれもこういう問題もあるんですよ。実はこれ憲法上は結構重要な問題です。でもちろんあの事件はね、まあ、真摯な同意がなかったとか入学が憲法の受講の同意とは言えないとかそう書いていくんですけど、一応これも権利侵害性の問題、そういうことになります。じゃあ今の丸一番はこの権利設定と権利侵害を書いてくれという話でした。いいでしょうか。でちなみにこれ営業の自由って設定しましたけど、医師になる自由が侵害されているとして職業選択の自由としてもいいです。今回はそんなに違いがありません。職業選択の自由と営業の自由の違いって大丈夫？職業選択の自由って入り口の問題ね。一発目に医療行為をするとか医師になる。で営業の自由は続ける自由、そういうことです。でこの合格等の作成講座は既存の知識を深めていって論文に書けるように立体化するっていうのも一つのテーマなんで、ぜひねこの期間に憲法分かんないことは復習もしておいてください。じゃあ次行きましょう。次に決まり文句を書く。しかし営業の自由といえども絶対無制約ではなく公共の福祉による制約を受ける、まあ、内在的って書いてもいいですよ。ではどこまでの制約が許されるのか意見審査基準が問題となる、まあ、こんな感じで書いていってください。はい、じゃあここで皆様方公共の福祉論でちょっと勉強したと思うんですけど、一元的外在制約説とかいろいろありましたね。あれって書くべき？あれはね事例問題では例がありますよ。それが特に聞かれてる問題が万が一出題されたら書くんですよ。公共の福祉についていろんな説を論じようみたいな。でもそんな問題普通出ません。そして今の学者も判例も抽象的な公共の福祉論は興味ないんですよ。だってあれって机上の空論じゃないですか。で結局具体的結論っていうのは人権の性質によって決まるので、ここはねこれぐらいでいいんですよ。あっさり書く。で問題は意見審査基準で丸三、意見審査基準を立てます。これ許される制約と許されない制約を分ける基準で、括弧1、さまざまな人権に使える書き方をお教えしましょう。17ページ、この点意見審査基準は制約される人権の性質と制約の対応を考慮して決すべきである。これだけ。これが憲法学で有名な芦部先生の理論なんで、これを書けるようにしてください。でこういった講義で話すと嘘だっていう人いるんですよね。先生、芦部先生の方にこんなこと書いてないよ。いや違いますよ。抽象化して書いてないんだけど、芦部先生の理論を全部こうまとめるとこれになるんです。それはもう学者の先生も言ってます。芦部の先生はこれを具体化していろんな人権に応用してるんです。でも結局のところ人権の性質、例えば表現の自由だから重要だとかね、あと制約の対応、例えば内容規制は厳しい、内容中立規制はそこまで厳しくない。あ、芦部先生じゃないですか。表現の自由は大事だよ、内容規制だから厳しい、だから厳格な基準を使います。これなんです。まずこれを押さえてください。でちなみに、これはもうね、中級講座なんでどん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 突っ込んできます。米印、判例に近い立場の考え方を使うなら、例えばこんな感じ。制約される人権の重要性、制約の必要性と対応、裁判所の審査能力を総合考慮して決すべきであると書くべきである。ちなみにこれはこれでね、憲法得意な人使いやすいと思います。いろんな審査能力まで入れられるん でこれは、家長教科書訴訟の最高裁の判決です。でしかし2つ以上のものを比べるのは難しいので、この書き方で十分なんですけど、これで書きたい人は書いても構いません。どの基準を使えて決まってないので。ちなみに憲法が得意な人は制約される人権の重要性と制約の必要性と対応、裁判所の審査能力のうちの1つ、
まあ、1つに限らない2つとか3つを問題に応じて選んで比較すればいいです。で、対応なんですけど、これ付随的制約、猿払事件参照、間接的制約、オウム真理教解散命令事件決定、事後制約の場合は審査基準を緩やかにする方法に働き、これらの3つの制約はね、比較的緩やかな制約で、直接的制約や事前制約の場合は審査基準を厳しくする方向で働く。これもね、理解しておいてください。めちゃくちゃ重要です。憲法ってね、なんかこういう基本書とかテキストに正面から載ってないコツみたいのがすごい重要なんですよ。で、ちょっとね、例 やっていきましょう。〇〇教を信仰する者に刑罰を科す、これは信教の自由の直接的制約ですね。まさに直接不利益を課すから、これは厳しい対応、制約対応ということになります。次の黒ポチ、〇〇教を教義とする宗教法人を解散させる、これは〇〇教を信じてはダメだって一言も言ってないんですよ。あ、信じていいですよ、勝手にその辺でやってください、ただ宗教法人は解散させますって話。これは宗教法人を解散させることによって〇〇教を信仰しにくくなってるだけですよね。だからこれは間接的制約です。オウム真理教解散判決事件はこれです。じゃあ次3つ目、学校教育で剣道を必修とした結果、武術を禁ずる〇〇教の者が教育を受けられなくなった、これは信教の自由の付随的制約です。ちなみに間接的制約と付随的制約、何が違うのか、これね、一応違うんだけど、正直一緒にしても構いません。間接的付随的制約ってフレーズを判例はよく使いますので一緒でも構いません。ただ一応言っとくと、付随的制約ってのはこれね、学校教育で剣道を必修とするのはこれ何々教に関係なく決めることですよね。要するにやっぱ武道もできた方がいいんだっていう目的で武道を必修した結果、たまたま何々教の信仰がしにくくなった、別目的で何かやったらたまたまこっちに効果が生じたっていうのが付随的制約です。ただ間接的制約とそれほど区別の実益はありません。次、名誉毀損の疑いがある週刊誌の発行を事前に差し止める、これ事前制約です。で、名誉毀損の事実が記載してある週刊誌を発行した者に刑罰を科す、これ発行してから刑罰を科すから事後制約です。で、なんで事前制約の方が厳しいか、これ理由はいくつかありますけど、一つは事前制約って週刊誌一切出せないですよね。出せないから出して刑罰よりも制約が強い。で、もう一つは事前制約ってね、広くなりがちだって言われます。広くなる傾向にあるから厳しい制約と言われます。じゃあちょっと脱線しました。で、この人権の性質と制約対応を考慮して決するべきであるというフレーズを書いた後、3つの基準のどれを使うか考えてください。はい、3つのレベルの審査基準、まず芦部先生流の審査基準を見ましょう。で、4つ書いてんだけど、これ厳しいと中間が2つある、中の上、中の下、緩やか、3つのレベルで細かく分けると4つなんだってのを覚えておいてください。で、一番厳しい基準は厳格審査基準です。立法目的が必要不可欠で目的達成手段が必要最小限度の時に使われる。で、芦部先生でいうと政治的表現の自由の内容規制に使います。なんでかというと、政治的表現の自由は芦部先生流でいうと最も重要な人権で、かつ内容規制は内容に着目した規制だから対応が厳しい。だから一番厳しい基準で、中上が LRA の基準です。これは立法目的が重要で、あ、ちなみにね、憲法得意な人、 LRA の基準の時に立法目的が重要でって書いてないことの方が多いです。これはね、省略するのが普通っていうことです。実は目的は重要です。これで、だからここ省略化、論文では結構省略されてます。で、目的達成手段として他に選び得るより制限的な手段がない場合に合憲とされます。これ何言ってるかというと、他にね、立法目的達成のために緩やかな手段、ソフトな手段があったら違憲になるってことです。これを LRA の基準と言います。どんな人権に使うか、政治的表現の自由の内容中立規制、
重要な人権なんだけど制約対応が上より若干弱いから中上になる。じゃあ 中下です。これは厳格な合理性の基準です。これは立法目的が重要で目的達成手段に目的と手段の間に実質的関連性があることを要求する基準になります。で、これは経済的自由、まあ、表現の自由よりも若干重要度下がるんだけど消極目的性、消極目的性は積極より若干厳しい、まあ、裁判所の審査能力考えると厳しいから中下になります。で、一番緩やかが合理性の基準、立法目的が正当で目的と手段の間に合理的関連性がある場合に合憲となる。経済的自由の積極目的性、こんなものになります。で、目的と手段が上の要件を満たせば合憲になります。でね、一番緩やかな合理性の基準は合理性の基準の代わりに明白性の基準っていうのも使っても構いません。同じです。明白性の基準っていうのは制約が著しく不合理であることが明白でない限り合憲です。で、例に一行問題対策としては他の基準も覚えておくと便利です。明白かつ現在の危険の法律がいろいろあります。でね、中3で、ここでよく質問を受けるんだけど厳格な合理性の基準の実質的関連性って何か。で、ここの中3に書いてる通り実質的関連性とは手段が目的達成に効果的であることです。いいですか。手段が目的達成に効果的であること、例えば偽医者が手術をして人が死ぬのを防ぐために医師免許にある人しか医師はできない、偽医者に刑罰を科すことは目的達成に合理的ですよね、効果的ですよね。そういう時に実質的関連性があるというんです。で、合理的関連性は手段と目的との間に何らかのつながりがある、目的達成のための手段として不合理とまでは言えないということ。でね、合理的関連性は基本的に何でもつながると思ってください。よっぽどまずいものだけ合理的関連性がないと言います。私が入門講座で言ったの例はね、くだらないけど子どもの学力を向上させるために子どもに朝ごはんを食べさせることを禁止する、よく意味が分からないですね。こういう意味が分からないものだけ合理的関連性がない。で、意味がありそうだったら全部合理的関連性ありです。で、このね、正当も同じ、よく分からんけど絶対おかしくはないぐらいだったら正当にあります。だからこれは何でも通しちゃう基準、本当にまずいものだけを切る基準で、真ん中はちゃんと審査する、目的ちゃんと重要かな、効果的かなっていうので、上の方に行くと本当に必要最小限度かなっていうのが審査される、そんなイメージになります。いいでしょうか。で、よく聞かれるのが、じゃあ必要不可欠と重要と正当どう分けますかって聞かれるんですけど、それはね、問題解いていく中でおいおい述べていきます。じゃあどの審査基準を使うべきか、人権をすごく保護すべきかつ制約対応が厳しいなら厳格な基準、人権をすごく保護すべきか人権の重要性と制約の必要性で決める、で、人権をすごく保護すべきかつ制約対応が緩やかなら LRNA の基準、厳格な合理性の基準、このように両方の人権の性質を制約対応で決めていくということです。で、これはこの通りにしなくていいですよ、これ一例ですよ。で、19ページ、人権をまあまあ保護すべきかつ制約対応が厳しいなら LRNA の基準や厳格な合理性の基準、人権をまあまあ保護すべきかつ制約対応が緩やかなら合理性の基準、明白性の基準、こんな感じで書いていく。で、もし中間ならどちらかに寄せて書いていく。で、本文ではどう書くか、こんな感じです。いかなる職業に就くかはその人の人格と関わる問題である、したがって職業選択の自由は人格的価値を有する極めて重要な人権である、これ人権の重要性ね。一方、無免許で異業をなすことを認めると能力のない者が異業を行う可能性を発生させることになり国民の生命身体に重大な被害を及ぼす恐れもある、したがって制約の必要性も高い、人権の価値自体は高いが制約の必要性も高いので中程度に保護される人権だと言える、一方資格を取れば異業を行うことができるので、これってやればできるってことですよね、努力でできるってことだから制約対応も中程度、例えばね、親が医者じゃないと医者になれないんだったら制約対応めちゃくちゃ厳しいんですよ。そうじゃない、努力すればなんとかなる、中程度になります。
によって意見審査基準としてはすなわち立法目的が重要で、目的と手段の間に実質的関連性があるときに限り合憲とする基準、厳格な合理性の基準を使うべきである。これは人権の価値、重要性、制約の必要性、制約対応って3つで意見審査基準を導いた例になります。こんな感じで書いてきます。でちょっとコメントです。でこれね、あえてね、割と今風の、今風って言い方もあれなんだけど、論証の運び方にしておきました。何かというと、あのね、表現の自由は経済的自由より価値が高い、この学説はあります。ありますけど、あんまりね今流行りじゃないですよ。だってどうです、いろんな人いると思うんだけど、掲示板に人の悪口を書く表現の自由より、皆さんはね、弁護士になれる権利の方が大事かもしれない。職業選択の自由ってそれなりに重要なんですよ。だから今はあの職業選択の自由だから価値が低いって書き方はあんまりしなくて、職業選択の自由もすごい重要だよと、ただ制約の必要性も高いんだよって論法の方が今流行りだし、薬事法の判決ともマッチしています。ただもちろん表現の自由の方が大事ですって書いてもそれは間違いではない。いいでしょうか。じゃあこれで書けるんですけど、実はですね、20ページ二重の基準論と目的二分論を使う書き方もあるので説明しておきます。これ政治的表現の自由や経済的自由には使いやすいが、その他の人権では使いにくいことがある。でただ括弧1の方法により機械的にできるので、現場であまり考えたくない人にはおすすめ。ただし本質的には括弧1の書き方と変わらない。何言ってるかというと、ここってさっきも書きましたけど、さっきの表と同じね、実はこれってのは全部制約対応と人権の性質で振り分けたらこうなりましたってだけなんですよ。だから制約対応と人権の性質で審査基準決めると、二重の基準論と目的二分論が勝手に出てきましたってのが正しいロジックなんです。で芦部先生の思考なんです。それがなので、こういうふうにこれはこれ、これはこれ、これはこれ、これはこれって振り分けても構いませんと基準が振り分けられる。で精神的自由の場合の書き方は後で説明するとして、ここでは例題に関係する経済的自由の書き方を学ぶ。でまさにね、ザ論証パターンって感じで書くとこんな感じ。この点、意見審査基準は人権の性質に応じて決定すべきだ。本文で問題となっている職業選択の自由は経済的自由である。では経済的自由の制約に対する意見審査基準はどう考えるべきか。でここで経済的自由への侵害は1、民主制の過程で回復することが可能であること。2、経済的自由の規制については政策判断が関係することが多く、立法府である国会の判断を尊重すべきであること。3、経済的自由権の価値は人格に関わる表現の自由より劣るということから、精神的自由権よりも緩やかな基準で判断すべきである。で、最も経済的自由への侵害も目的が多様であるので、目的によって基準を変えるべきである。具体的には1、社会的弱者の保護、社会の調和的発展という積極目的の場合には規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とするべきである、明白性の基準。なぜなら積極目的規制の場合、裁判所は審査能力に乏しく国会の政策的判断を尊重すべきだからである。一方2、害悪の防止、社会秩序の維持という消極目的規制の場合には目的が重要であり、目的と手段の間に実質的関連性がある場合に限り合憲とすべきである、厳格な合理性の基準。消極目的規制の場合、裁判所はある程度踏み込んだ審査をする能力があるからである。でこれから当てはめをするってことです。ただ実はこの回答例も別に正解だし、この19ページの回答例だって正解なんですよ。だからどっちで書いてもいい。でこっちの方が短く書けますけど、応用も効きます。で皆様方としては両方のタイプを書けるようにしといた方がいろんな問題に対応できるのでいいんです。なのでぜひね、両方のタイプを理解しておいてください。で4、基準を問題に当てはめる。自分の立てた基準に問題文の事実を当てはめる。でここは自分で考えて書きます。で当てはめが重要なので、これは当連とかで、あるいは自分で論文の問題を書くときにぜひ重点的に練習してみてください。でこれができると点数跳ねます。じゃあ括弧1番、さまざまな人権に使える書き方を使った場合です。当てはめはこんな感じ。これ目的が重要で、目的と手段の間に実質的関連性がある場合に合憲だって基準を導いた。だからこんな感じ。医師法が医師免許を持たない者の医業を禁止した目的は、医師としての能力を有さない者の医療行為から国民の生命安全を守ることである。でちなみにこの目的ってのは立法目的ってやつなんですね。
で、立法目的ってどう書くか。これね、法律に、法律の医師法の目的規定があったら、それを参考にして書きます。でもそれを書き写すだけじゃダメなんですよ。それ抽象的だから、それを解釈して少し膨らませて書いてください。なので立法目的は、一条の目的規定を解釈して書く。ただ問題文に書いてくれても場合もあるんで、問題文中の目的っぽいものは全部拾う。こういうことになります。ある程度想像も必要です。憲法っていうのはね、昔から想像もね、若干必要なんですよ。だからなんで医師免許を持たない人が医師をやっちゃダメなのかって目的は、ちょっと想像をしてください。よろしいでしょうか。じゃあ、回答例の続きを見ていきましょう。目的は、医師としての能力を有さない者の医療行為から国民の生命安全を守ることである。で、能力を有さない者の医療行為は人の生命を害する危険性が高いことを考えると、目的は重要だと言えるということになります。で、また医師法は、医療を行うために免許が必要だとし、無免許者の医療行為に刑罰を科すこととしている。このような手段は目的達成のために効果的と言えるので、目的と手段の間に実質的関連性があるってなります。したがって医師法は憲法22条1項に反しないので、 X の主張は認められない。こんな感じで書きます。で、目的に分類はこんな感じ。医師法が医師免許を持たない者の医療を禁止した目的は、医師としての能力を有さない者の医療行為から国民の生命安全を守ることである。したがって規制目的は消極目的規制だといえ、厳格な合理性の基準を用いるべきである。そして能力を有さない者の医療行為は、人の生命を害する危険性が高いことを考えると、目的は重要だと言える。で、ここは一緒ですね。また医師法は、医療を行うために免許が必要だとし、無免許者の医療行為に刑罰を科すこととしている。このような手段を目的達成のために効果的と言えるので、目的と手段の間に実質的関連性がある。したがって医師法は憲法22条1項に反しないので、X の主張は認められない。そういうことになります。いいでしょうか。で、回答例、これ今までの全部まとめたらこんな回答例になります。で、これね、ざっとね、読んで、あ、こんな感じで書いていけばいいのかって、答案の型のイメージに使ってください。で、まずは自由権侵害を書けるようになると、これね、結構書けるようになります、論文。ぜひね、この型を押さえてください。で、24ページいきましょう。で、これも入門講座、私の入門講座を受けた方は若干やったんですけど、今だったら少し分かるかもしれない。比較考量論と審査基準論、あのですね、今審査基準立てるやり方ご説明しましたけど、比較考量使っても全く問題ないです。何の基準使ってもいいんですよ。すっきり結論を理屈つけて書ければ法律の答案っていいんですね。じゃあどういう特徴があるのか。憲法判断でよく見られるのが、立法が合憲か違憲かを裁判所が判断するケースである。で、これ行政処分の違憲性を判断することもよくあるが、考え方はほぼ同様です。で、すなわち日本の違憲審査制は事後審査である。日本の違憲審査制度というのは司法裁判所型なので、裁判起こって判決だから事後審査です。で、そして違憲審査の方法としては、裁判所がその場その場で判断する方法、これアドホックな方法と言います。と、何らかの基準に従って判断する方法があります。で、前者は事案に即した判断ができるというメリットはあるが、恣意的な判断になりがちだというデメリットもあります。で、後者、基準を立てるやり方は、
恣意的には判断にはならないが硬直的な判断になりがちだというデメリットもある。で、日本の裁判所は大陸法的な発想が強いので、何らかの基準に従って判断する傾向が強い。しかしその基準も大きく分けて2通りある。で、1つ目は個別的比較考慮論。人権を制限することによってもたらされる利益と、人権を制限しない場合に維持される利益とを比較して、前者の価値が高いと判断される場合にはそれによって人権を制限することができるとするもので、事案に基づいた判断ができるがアドホックな判断になりやすい。で、日本の裁判所は事案にもよるが好んで使う。裁判官ってある意味当然なんだけど、自分で割と判断の幅を持っておきたいんですよ。だから比較考慮論って裁判官がその場その場で判断できるから、裁判所としてはこっち採用したい。それはもちろん当然なんです。一方で稀に審査基準論、主に足部信義を代表とする学者が提唱する基準に従って立法の合憲性を判断する方法です。で、もちろん判例が審査基準論を用いることもそれなりにあります。例えば存続殺重罰規定違憲判決なんかバリバリ審査基準使ってる、そんな判例ももちろんあります。で、これね、なんで審査基準論が出てきたかっていうと、〇〇の場合は三角三角の基準を使うというように場合分けすることで裁判官の恣意を防ぐ狙いがある。要するに裁判官縛っちゃおうって発想なんです。で、また違憲判断を裁判所に積極的にさせるという意味合いもある。一方で裁判官の裁量を縛るものならね、日本の裁判所はあまり用いないということになります。で、なんでこのお話を知ってるかというと、実はね、この2つのなんとなくのお話を知っておくと、これね、昔っていうかね、新司法試験の時代なんだけど、昔よくあったパターンにこういうタイプの問題があります。第一で原告の立場、第二で被告の反論、で、第3で自分の試験、裁判官の立場からの試験を書く、こういったタイプの問題がかなりね出題された時代があります。今少なくなったけど、それでもね 3,4 年前までは中心でした。このタイプの問題を主張反論型と俗にね受験会用語で言います。で、主張反論型をね、これ攻略するためには、これ争点を作んなきゃいけないんですよ。対立点を作る。これが大事になってきます。で、争点を作るためには、まあ、いろんなね、知識もある程度あった方がいいんですね。で、これってね、いろんな作り方あるんですよ。例えば、当てはめに使う事実が違うよって争点の作り方もあれば、原告は憲法21条の問題にして被告は22条の問題なんだってやっていくやり方もあります。で、その中で例えばね、判例って比較考慮論使うこと多いんですけど、比較考慮論はこうこうこういう理由からおかしいって書ければ、これ自体も対立点になる。審査基準の考え方が違うってのも一つの対立点作りに使えるんです。なので一応こういうのも知っておいてください。いいでしょうか。じゃあ続きですね、24ページ下から4行目。審査基準を用いる場合でも、意見審査を積極的にする、これは厳格に審査する、審査密度を上げる、これ全部同じ意味です。裁判所が立法が合憲かどうかを積極的に審査する、疑いの目を向けて審査する結果、違憲という結論になりやすい。一方で25ページ、過去に違憲審査
を消極的にする、緩やかに審査する、審査密度を下げるという話。これは裁判所が立法が合憲かどうかを緩やかに審査する、国会が作った立法だから原則的に正しくて、よっぽどひどい場合にだけ違憲にする結果、合憲という結論になりやすいという2つの、基準が考えられます。で、実際はこれらの間の基準も考えて3から4段階の厳しさの基準を設けることが多いということになります。まあ、これもね、一応知識として知っておいてください。で、参考に3段階審査、これはですね、今からね、だいたい10年ぐらい前に司法試験でも流行った書き方なんですね。で、最近は書く、書き方の人少ないんですけど、参考答案で出てくることもあるんで知っておいてください。これは3段階審査とは、保護範囲、侵害、正当化の3段階で憲法上の権利に対する制約を正当化できるか審査するもので、ドイツの憲法由来です。で、判断の枠組みは審査基準論とは違うが、実際は考慮要素などは共通します。で、説明の方法の違いだと理解すればよ。憲法の事例問題では特段の指示なき限り、どの枠組みを使っても正解だ。ただですね、実は私の講義ではね、こっちの方が分かりやすいと思って、芦部先生の審査基準論を若干3段階審査っぽく書き直してるんですよ。どういうことかっていうと、私の講義でさっきやりましたね、権利設定、人権の問題で、侵害されてるかも重要なんだよ。で、審査基準論って言いましたよね。これね、ほとんど一緒なんですよ、実は。どんな保護範囲っていうのは、要するに憲法何条の問題かってこと、権利侵害があるかってこと、正当化っていうのは、公共の福祉で正当化できるかで、審査基準と大して変わんないんですね。だから、あ、こんなものもあるんだ、似てるなぐらいでいいです。で、これの書き方使いたい人は別に使っても問題ありません。いいでしょうか。じゃあ続きいきます。丸5、文面審査。本文では問題になりませんでしたが、刑罰や表現の自由への規制では明確性の原則、これが問題になることがあります。その場合、明確性の原則の論証を書いて、その基準を当てはめればいいということになります。で、文面審査って何かというと、法律の文言だけを見る。だから、立法事実って言って、こういった社会問題があるから法律を作りましたみたいなのは考慮に入れないということで、それも問題になるときは書いてください。いいでしょうか。じゃあ5、事例問題の書き方、その他の人権と当事権です。で、括弧1、特定行為排除権で、これはね、書き方は難しくない。政教分離とか検閲とか、あんまり出ないけど、奴隷的拘束の禁止、これってのは国家は政治と宗教を分離させなければならない、検閲してはダメだ、奴隷的拘束してはダメだ、国家に対し禁止しているルールがあります。これは例えば政教分離なら、政教分離の定義を書いて、それに国家の行為が当てはまるかどうかを書く場だけです。検閲の場合も定義書いて当てはめ、だからこれはね、民法とか刑法とほとんど一緒なので、これはもう論証を覚える、そして当てはめをちゃんとする、そのあたりを気をつけてください。で、平等権で、これ選挙の場合は統治の論証集参照、論証集見てください。で、その他の権利の場合は以下の手順です。で、平等権がね、くせ者なんです。私も正直司法試験受験生の時かなり悩みました、これ。で、なのでこれね、試験現場で悩んじゃうとその試験終わっちゃうので、悩むんだったら今のうちに悩んでください。で、平等権侵害の2つの基準です。平等権侵害も違憲審査基準で判断することができます。で、丸1、権利内容に着目する方法、これ芦部先生なんかが使う説です。公団列挙自由は厳格審査か厳格な合理性の基準、つまり厳しめの基準を使うということです。憲法14条引いてください。1項、憲法14条1項です。すべて国民は法のもとに平等であって、この次の人種から始まるのが公団列挙自由。人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。公団列挙自由のによる差別は原則不合理なものだから、不合理性が推定されるというのが芦部先生の理論だから、公団列挙自由は厳しい基準を使う。で、それ以外の場合でも対象となる権利の性質の違いを考慮して、立法目的と立法目的を達成する手段の2つの側面から合理性の有無を判断します。これが芦部先生流です。要するにまとめると、資格の中、
講談列挙人に該当するか区別かで、該当するなら厳しい審査基準。厳しいってのはあの4つ大きく分けると3つの審査基準の上側を使うってことです。で、該当しない場合は対象となる権利の性質により審査基準を決めます。例、精神的自由に関する区別なら厳格審査基準、経済的自由ならもう少し緩やかな基準ってなります。ただね、これ批判としてこんなのがある。対象となっている権利を直接主張するのと変わらないという批判がある。例えばこんな判例ありましたね。外国に住んでいる日本人 A には衆議院議員の選挙権がないのに、日本に住んでいる日本人 B には選挙権がある。で、これね、公団列挙自由の問題になるんだったら、あの平等権の方が厳しい基準になるんでいいんですよ。でもそうじゃないなら、 A の選挙権侵害を判断するための審査基準と A の平等権侵害を判断するための審査基準が同じになってしまう。で、これはもう学者の先生もそう言ってます。でね、これ知っておかないとドツボにはまるんですよ。私は現地にね、東連でこれはまりました。だって同じ平等権も書こう、選挙権侵害も書こうって言ったら、あれ同じこと書いてないかなって、いいのかなってすごい10分ぐらい悩んじゃいました。これ本番ではまると大変なので、この考え方使ってもいいんですけど、ここどう交わすか考えておいてください。同じこと2回書くことになるけど、どうすればいいか書かなきゃいけない。なので個人的には私はね、判例の考え方の方がすっきり書けると思います。ただもちろん丸一でも結構です。判例の考え方はね、国籍法違憲判決そのものです。で、昔からなんですけど、判例は一貫して審査基準決めてます。平等権は不合理な区別をされない権利だ、これずっと言ってます。判例は、そして福祉国家である以上、ある程度の区別は想定されるので、区別の合理性は緩やかな判断で、基準で判断する。で、ここね、論文で書くならこの2行でいいんですけど、これ自分の言葉で説明できますか？これ今日の宿題ね。なんで福祉国家だったら緩やかな基準で判断する？これぜひ皆さんね、自分の言葉で説明できるようにしてください。今は一例言いますよ。あの福祉国家っていうのは、所得の再分配ってものを多かれ少なかれ含む国家です。要するに、お金持ちから貧しい人に所得を分ける。ってことは、それって当然区別が想定されてますよね。だってお金持ちからいっぱい取られるから、お金持ちはある意味差別されてる。でも福祉国家っていうものを目指したから、多少の区別は許されるんだって前提なんですよ。だから福祉国家である以上、所得の再分配を行うから、多少の区別は織り込み済みだってことです。だから区別の合理性は緩やかな基準で判断する。そういったことを2行に圧縮していってます。で、こういったことも試験直前なら丸暗記でいいんですよ。でも直前じゃない限りは、ちゃんと言葉で説明できるようになってください。その方が覚えなくても自分で書けます。すぐ書けます。いいでしょうか。で、判例の考え方、一貫してこれです。また14条1項公団列挙自由は例示列挙であり、特別の意味はない。だから審査基準が厳しくなったりもしない。ただこれも判例のロジックで実は悪くなくて、一貫してるのは、要するに公団列挙自由は例示だから、これ以外の差別も許されないんだってことを表明してるってことも言えます。で、27ページ。ただし判例はこれが肝。対象となっている権利の内容や区別の内容、その区別が本人の努力で克服可能か否かを考慮して合理性を慎重に検討する場合がある。これが国籍法違憲判決です。でね、判例の規範使うときは、合理性を慎重に検討する場合があるって書かないで、はっきり審査基準が上がるって言っちゃっていいです。そっちの方がすっきりします。なので これらを考慮して審査基準が上がる場合があるってことです。で、実際14条の公団列挙自由、人種、まあ、心情は変えられるかもしれないけど、人種とか性別とかって門地とかって変えられないですよね。だから結論としては、丸一の足部先生の説と同じようになることが多いです。で、ただ判例の説の批判として、審査密度が上昇しない場合、これで上昇しない場合は平等権を主張してもまず勝てません。平等権というのはね、判例の見解でいくと負け筋なんです。ただ本人の努力で克服できない国籍差別とか、そういった場合は勝てる場合がある。
じゃあ丸さん、事例問題で平等権を主張する場合です。でこれまずね、平等権が勝ち筋な場合、権利内容に着目するアプローチならば公団列挙自由か表現の自由など重要な権利の場合、判例のアプローチの場合は区別が本人の努力で克服可能でない場合など、まあ、公団列挙自由とか努力で克服可能じゃない場合は平等権で勝てる可能性があるので、そういう場合は書く。あと平等権以外で構成することが困難な場合、例えば存続殺重罰規定違憲判決、これ平等権で違憲になりましたけど、他の条文で構成できますか？パッと出てこないですね。そういう場合は平等権に書くしかないんで、そういう場合は書きます。でこの2つだけです、平等権書く場合。実は平等権で出てくる場面ってそうそうないんですよ。それも知っておいてください。いいでしょうか。で学説基準の実際の書き方、もしね丸一の学説基準を使うんだったらこんな感じ。まず丸々と何々、丸々は何々と何々を別位に扱うもので憲法14条1項に抵触する。で余裕があればここで立法者拘束説を入れる。ただし法律による平等権の侵害の場合のみ。では平等とは一切の差別的取り扱いを禁止するのか、それとも合理的な区別なら許すのか、条文上明らかでなく問題。でこの点、平等とは全く全てのものを全く同一に取り扱うという絶対的平等だとする考え方がある。しかし日本国憲法は福祉国家の理念を採用、したがって平等とは各個人の特質に応じた合理的区別を認める相対的平等だと解する。で28ページ、ではどの程度の別位取り扱いなら許されるか、ではが2つ重なっているので2つ目のでは消してください。区別か合理的か否かにつき、どのような違憲審査基準を用いるべきか。でこの点、どのような人権についての平等が問題になっているのか、その問題となっている人権の性質に着目して基準を決定すべきだと考える。学説の見解だとこんな感じに書きます。で具体的には二重の基準論の趣旨に照らし、精神的自由権における差別には厳格審査基準を用いるべきである。一方経済的自由権における差別には目的二分論に従い、消極目的性なら厳格な合理性の基準、積極目的性なら明白性の原則を用いるべきである、まあ、こんな感じで書きます。であと14条公団列挙自由に積極的意味を認め、公団列挙自由に該当すれば審査基準が厳しくなるという考え方をしよう、あるいは併用しても構いません。性別や社会的身分の差別の場合はそちらの方が勝ち筋になるので、その方がいいでしょう。で例、存続殺重罰規定で判例の考え方を書くと論証を書いた上で、当該規定は社会的身分による差別にあたる、あこれは判例の当てはめね、したがって厳格な合理性の基準で審査をする。存続に対する尊重法を保護するという区別の目的は重要である。そして存続殺とそれ以外の殺人に対する刑罰を区別するということは目的達成に実質的に見て役立つので、当該区別と目的の間に実質的関連性がある。しかし区別の程度は極端であって相当ではないので違憲となる。でね、ちょっとコメントすると、区別自体がいいか悪いかって問題と、今回のね区別の程度やりすぎだろうって程度問題って2つのポイントがあるので、そこもね一応意識しておいてください。いいでしょうか。じゃあかっこさん、請求権、社会権、国家賠償請求権などで、これ生存権以外は論証集の論点を書いて当てはめをすればいいんですけど、生存権はちょっとコツがいるんですよ。なのでこれねやっときます。ただ生存権はねどうせ問題集でやるのも後の方なんで、ここ消化不良になるんだったら今飛ばしてください。で29ページ丸1、まず当該立法あるいは行政行為が最低限度の生活、憲法25条1項を侵害するものかどうかを検討します。で例、生活保護費が月8万から6万になった、これによって最低限度の生活を下回る状況になったかどうか検討します。最低限度の生活を下回る状況になって初めて憲法25条1項の問題になる、まあ、そういった話になってきます。でこれね、まあ、そうじゃないって学説もあるんですけど、こっちの方が条文に即して分かりやすい。憲法25条を見てください。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。例えばですね、 A さんっていうのは月40万月給でもらっていて自分で稼いでます。で A さんはね、例えばですよ、有名な美術家だったので月10万円美術振興費っていうのを国からもらってたんですよ。それが急に打ち切られました。
生存権侵害、最低限度の生活に関係ないですよね。最低限度の生活に関係ないから、それは25条1項の問題ではできないんですよ。だからこれはあくまで憲法25条というのは最低限度の生活を下回る状況になって初めて問題になってくる、こう考えるのが一般的です。というとあんまり問題に論文で書くことは少ないんですね。ただ唯一あり得るのが生活保護費の切り下げ、これ本当に最低限度の生活に関わってきますから、これはよく問題になるってことです。あとね、年金、障害を持っている方で働けない人が年金切り下げにあったのか、そういったのは生存権侵害の問題になってきます。じゃあ生存権侵害があったとして、次ね、生存権侵害に対して何が言えるか、次に生存権侵害に対して何を主張できるのか、生存権の法的性質が問題となる。ここで党派性ですよ。当事者の望むことが実現できるか否かでどの説の使うのかが決まる。また当事者の望むことはどの説でも実現できそうなときは次のように考える。一つの書き方は法律訴訟の見解を書いて当てはめをする、あるいは後である抽象的権利説レベル1というものを書いて審査基準を書き、その宛に当てはめをする。ただし行政法の知識が必要になる。裁量権の逸脱乱用こともある。じゃあ生存権の法的性質見ていきましょう。括弧1プログラム規定説、憲法25条は国の政治的道徳的義務を定めたに過ぎない。これは法的権利ではないということです。で生存権侵害に対し何もできない、これがプログラム規定説です。ただですね、皆様方憲法に加えて行政法って科目もあるので、これニュアンスを込めていますよ。生存権侵害に対し憲法では何もできないということですよ。これ何言ってるか分かります？生存権っていうのは憲法上の権利ではないっていうのがプログラム規定説です。でもそれは憲法を使えないって言ってるだけですよね。厚生労働大臣の行政処分にあたって裁量権の逸脱乱用があればそれは当然違法ですよ。だからこれ行政法のレベルの話はしてないんですよ。憲法は使えないんだけど行政法の裁量の逸脱乱用は別に使える、そういう説です。ただ司法試験も予備試験も憲法と行政法別科目なので、この説使っちゃうと憲法を書けないので使う意味はないですよね、試験対策上。なのでこれはね、使わない方がいいです。あの反対説だったらいいですよ。国側の見解で書いて叩くんだったらいいんだけど、自説では使わないでください。憲法使えないから。で憲法を使えるようになるのが括弧に抽象的権利説です。憲法25条1項の権利の具体的内容は憲法ではなく個々の法律に書かれている、そこでこれを抽象的権利とする見解がある。で実は3つのレベルに分かれます。でね、抽象的権利という言葉をね、勘違いしている方がたまにいらっしゃいます。私の講義を受けた方は大丈夫です。入門講座とかを受けた方、あのね、よくある間違いとしてこれはこれです。これ入門講座でも言いましたけど、よくある間違い、知ってる方はもういいですよ。あの抽象的権利説というのはよくある本の説明では、具体的な法律の規定があると、憲法上の人権となる。これ自体は間違っていません。規定があると裁判上人権として主張できる、これ自体は間違ってません。で今生活保護法という法律がある。生活保護法という具体的な法律があるから
生存権を裁判上主張できる。まあ、ここまでは間違いじゃないですね。で、次にね、これ結構よくあるんだけど、上記生活保護法は、生存権を侵害し、違憲である。はい、これね、間違ってるんですけど、どこが間違ってるか、これちょっと1分2分で考えてみてください。ぜひ、非常に重要な問題です。何が間違いなんでしょうね。間違いだって納得できる人も、その理由を具体的に説明できますか。これいいですか。じゃあまず一つ目、これで合ってるんですよ。具体的な法律上の規定があると裁判上人権として主張できる。これが抽象的権利です。で、生活保護法という法律ありますね。で、生存権裁判上主張できる、ここまでですけど、これが間違いだって。そもそも生活保護法があるから生存権を主張できるようになったのに、なんで自分に力を与えてくれた生活保護法を殺せるんですか。おかしいですよね。生活保護法があるから生存権裁判上主張できるんだ、じゃあ生活保護法なくなった、じゃあ生存権なくなるじゃないですか、主張できなくなるじゃないですか。これぐるぐる回りになってるんです。で、なんでこういうことがあるかというと、この裁判上主張できる意味を間違ってるんですよ。確かに生存権を裁判上主張できるようになるけど、その主張の仕方は限定があります。じゃあ抽象的権利ってどのように裁判で主張できるかというと、レジュメの憲法適合請求権レベル1、これ見てください。一般的な抽象的権利説って言われるのはこれ、具体的な法律の解釈にあたり、憲法25条1項に適合するような解釈を請求する権利です。つまり何かの法律の解釈をするにあたって憲法25条1項を使って解釈できるってことは、メモしておいてください。法律は攻撃できないんです。これ法律は攻撃できない、だって法律の解釈にあたって使えるだけだから、法律が違憲だ、法令違憲の主張はこれできないです。法律はね、行政の立法は攻撃できますよ、法律は攻撃できない。だから生活保護法が違憲であるなんて絶対言えない、これは。なので法解釈にあたり憲法25条1項に適合するような解釈を請求する権利だから、あくまで法律の条文の枠内で行政処分が違憲だのか、行政立法が違憲って言える説なんです。まあ違法って言ってもいいけどね。で、これはよく基本書にあるフレーズ一緒なんだけど、直接憲法25条に基づく救済をすることはできないが、立法により具体化されていれば裁判所に救済を求めることができるっていうのは、法解釈で使えるってだけなんですよ。これぜひ覚えておいてください。じゃあ例、生活保護法25条に行こう、こんな感じで条文があります。保護の実施機関は常に非保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要
とすると認めるときは速やかに職権を持ってその決定を行い、点々点ってある。なのでこの説に立つとこういうことは言える。保護費の減額の判断をする、これ裁量権の行使ですよね、にあたっては憲法25条1項の趣旨に重きを置いて厳格に判断しなければならない。で、こういうふうに書いて解釈を展開していくということです。だから行政処分とかは攻撃できます。で、米印で、これ一番オーソドックスな説で私人間効力の間接適用説に似ています。私人間効力の間接適用説は、例えばね、民法90条の解釈にあたって憲法を使えるんですね。今回も法律の解釈にあたって憲法を使える、なんで施行の枠組みとしては一緒なんです。で、これ国会の法律に文句つけるわけじゃないんだけど、法解釈に憲法を使うという意味で、まあ、一番穏当な説だとは言われています。で、一行問題でここまで書ければ点数は跳ねるでしょう。で、事例問題で使うには行政裁量論を書かなければならないので使いにくいって書いてますけど、これね、いろんな公務員対象に使ったレジュメでもあるんでこう書いてるんですけど、皆様方はいいですか、憲法で行政裁量論ガンガン書いてください。書けるんだったら行政裁量論も書いた上で憲法論を展開する、その方が点数つきます。いいでしょうか。じゃあ残りはね、若干マニアックな説なんでさらーっといきましょう。で、もうちょっとレベル上がると立法請求権レベル2っていう説があります。これは憲法に反するような立法不作為状態が生じ、立法のための合理的期間が経過した場合には立法を請求する権利まで生じるという見解です。で、この見解を具体的権利説という呼ぶ人がいます。これは立法請求権があるんだってことで、例、例えば生活保護法がない状態で合理的期間が経過した、この場合は生活保護法を作れという請求権が国民に生じるという説です。ただね、この説がすごくテクニカルなのは義務付け訴訟できないんですよ。ただし三権分立に反するので立法の義務付け訴訟はできない、国会に作れっていう訴訟はできなくて、立法不作為の違憲確認訴訟、これできる。立法できない状態が違憲なんだって確認まではできる。あとは不作為によって損害が生じたんだっていう国家賠償請求、これはできるっていう説になります。じゃあ次ね、一般法適用請求権、これレベル3と言います。で、これなんだけど、生存権というよりは郵便法違憲判決とかそういうところで重要なんで、この考え方知っておいてください。特別法と一般法があって、特別法が憲法の趣旨に反する場合は一般法の適用を請求できるという見解になります。で、これなんでこんなねレベル3っていう高いレベルになっているかというと、こういうことなんですね。で、特別法と一般法があります。例えば森林法と民法みたいにね、森林法って共有規定があるんで民法の特別法です。で、特別法が違憲だとしましょう。これがね、違憲なんです。で、特別法が違憲なら裁判所は一般法の民法を使い適用できますか。当たり前じゃないかって思った方、いや、それはね、発想としてはいいんですけど、まだ民法とかの発想なんです。それ憲法の発想になると、これ三権分立を考えなきゃいけない。何言ってるかというと、特別法違憲だとなったら国会ってどうします。国会は、ああ特別法違憲なんだ、しょうがないな、じゃあ一般法のままでいいかって思うかもしれないし、別の法律作ろうってかもしれないですよね。だから特別法が違憲の場合、一般法適用するか別の法律を作るか、これは本来国会が選べるはずなんですよ。ここがポイント。
あの日本の、まあ、内閣も国会もね、非常に違憲判断を尊重する国です。諸外国はそうじゃない国もあります。日本は違憲判決が出たんだったら内閣はその法律使いません。使った例はありません。で、国会も速やかに改廃する。もちろんね、廃止されなかった例もあるんだけど基本的に適用されないんですよ。でも国会はね、選べるはず。じゃあ森林法違憲だったら別の合憲の法律、特別法を作りましょうって選択肢もあれば、じゃあ民法のままでいいよ。これ国会がむしろ選ぶべき問題じゃないですか。だって特別法わざわざ作ってたんだから。で、本来が国会選べるはずの2つのオプションを一般法適用に絞るということは、裁判所が絞るということは、裁判所が限定するということは、これそれなりに強い権利がないとできないはずなんですよ。だからそれなりに強い人権があって、その人権の性質から一般法適用を求められるんだったら、裁判所は一般法を適用できる、そういう話になります。よろしいでしょうか。で、これもね、学説の机上の空論じゃなくて森林法違憲判決とか本当に判例の話なんですよ。よろしいでしょうか。じゃあ生存権の例ではないんですけど、他の請求権の例で見ていきましょう。まずね、例1番、郵便法違憲判決、生存権の例ではないけど、国家賠償請求権というのは請求権の一種なんで、これ似てます。で、この判決は、国家賠償請求権は、抽象的権利だとした上で、郵便法特別法による責任制限の規定を一部無効とし、国家賠償法一般法に基づき郵便事業に対し賠償を求めうるとした、一般法を適用します。で、例2、森林法違憲判決、民法の定める共有物分割請求権を制限する森林法の規定が憲法29条2項に違反するとし、民法の共有規定の適用を認めた。これも一般法を適用します。で、さらに生存権の例を出すとこんな感じ。例3、生活保護法が制定された後に80歳以上には生活保護費を一切支給しないという特別法ができた。で、これ特別法違憲無効だとすると、このレベル3だと特別法は無効で、80歳以上のものも生活保護法に基づいた生活保護費を請求できる、そういうことになります。じゃあね、さらに生存権の権利のレベルを上げるとここまでいきます。3、具体的権利説。これは言葉通りの具体的権利説ってやつです。これは健康で文化的な最低限度の生活は社会通念に従えば憲法上確定できる。で、仮に生存権実現立法が存在しなかったり給付が過小であるならば、それは健康で文化的な最低限度の生活の不作為による制約である。したがって立法不作為の違憲確認のみならず具体的な給付まで請求できる。憲法25条1項に基づいてお金を請求できるというのが言葉通りの具体的権利説。こんな説もあります。で、ここまでいろんな説やりましたけど、結局生存権の法的性質によって何を求めるかが違うんですよ。だからクライアントがお金欲しいですって言ったら、この言葉通りの具体的権利説使うしかないんですよ。一方で、厚生労働大臣の基準の改定が違憲だって言いたい場合は抽象的権利説だっていいわけですよ。どの説だっていいわけです。なのでクライアントの求めることによって説を変えなきゃいけないっていうのが、これ難しいところです。じゃあね、皆さん頭に詰まってきましたけど、もっともっといきますよ。もうとことんいきましょう。朝日訴訟って覚えてます？生存権侵害の朝日訴訟ね。あの朝日訴訟は何説だったら説明できます？今までやった説です。プログラム規定説から言葉通りの具体的権利説まで、何説と矛盾しないか。もちろん裁判官の頭の中は分かりません。でもこの説だったら矛盾しないという説があるわけです。どれでしょう。
じゃあね、ヒント出しましょう。朝日訴訟の事例は何かっていうと、これは当時厚生大臣って言いました。今厚生労働大臣ですけど、厚生大臣の策定した基準の違憲性を争った。事案です。法律ではありません。厚生大臣の基準だから行政立法ね。これがポイント。さあどうでしょう。どの説と矛盾しないか。もう分かりましたか。これ法律じゃなくて行政立法だから、すべての説で説明可能です。プログラム規定説だって説明可能です。だって法律の違憲性争ってんじゃなくて行政争ってるから。だから朝日訴訟はプログラム規定説採用したんだって本もあるんです。だからどの説でも説明できる。抽象的権利説だってもちろん説明できる。だからこれはどの説とも矛盾しない。だからこれね、裁量論みたいに明らかに違憲だったら違憲になるみたいなね、そういうことを言ってるんですけど、これどの説でも説明か。プログラム規定説だって裁量の逸脱乱用論は使えるから説明かです。ただね、朝日はそうなんだけど堀木は違う。じゃあ括弧4いきましょう。堀木訴訟の考え方です。で、堀木訴訟はこれね、法律攻撃してるんですよ。だから抽象的権利説なんかでは説明できないから、堀木訴訟の考え方は今までとちょっと違う。これは立法行為、行政行為を問わず、明らかに裁量権の逸脱乱用があれば違憲となる。これが堀木訴訟の考え方で、今までの学説とちょっと毛色が違います。じゃあいっぱい説あって混乱しましたよね。どうするか。で、私は個人的にお勧めしているのはこうです。まず堀木訴訟の考え方、これいろいろ使い勝手がいいので、これ書けるようにしてください。ただこれね、基準としてはめちゃくちゃ緩やかなんで、これだと勝てない場合があるんで、抽象的権利説レベル1も有名な学説なんで、これも押さえておいてください。だから抽象的権利レベル1、これ芦部先生なんかが採用している説と、あと堀木訴訟の考え方は両方押さえておく。そんなに難しくないです。で、それをベースに考えていって、もし万が一問題文でお金欲しいんだっていうことがあれば、この言葉通りの具体的権利説を思い出してください。それで割となんとかなります。いいでしょうか。じゃあカッコ4です。人権総論の話です。公務員在官者の人権は人権ストラクチャを修正して使います。それぞれ人権の論点のところでこれ具体的に見ていきます。で、公務員とか在官者の人権って何の問題かというと、一般国民は人権は公共の福祉で制約されますよね。でも公務員は公共の福祉以上に制約されるって話。在官者もそれ以上に制約される。つまりこれらは公共の福祉に代わる人権制約原理の話なんです。それはね、頭にの片隅に入れておいてください。で、次、私人間効力では、すいません、事例問題ではまず取材されないと思うが消してください。もう今は取材されます。万が一でもないです。出題されます。普通に私人間効力は出題されたら、まず私人間効力の論証を書いて、民法90条や70条を憲法の価値に重きを置いて解釈をします。で、実際人権ストラクチャーを用いて民法の解釈をする。で、ほとんどの人ができないので、それにかければ十分合格するだろう。私人間効力はね、皆さん苦手です。
だからそれなりにかければ普通に合格できます。で、例えばこんな感じ。男65歳、女60歳の、定年制を設ける企業はと女性 X が雇用契約をした。もう今時ありえない企業ですけど、これ判例でね、似たような事例ありましたよね。で、これどう考えていくかというとこんな感じ。まず私人間効力の論証を書きます。では XY 間の雇用契約が民法90条に違反すると言えるか。で、32ページ、この点憲法14条1項が性別による差別を禁じている。そして性別による差別は民主主義の理念の下では本来許されない差別であるので、公序良俗違反の推定が働き契約が有効か否かは厳格に審査しなければならない。そこで区別の目的がやむにやまれるもので、その目的達成に当該区別が必要不可欠で、当該区別の程度が必要最小限度の場合にのみ契約が有効と解する。でね、これはあくまで一個の書き方で、私もこの書き方しないときたくさんあります。ただね、覚えておいてください。これ何かというと、私人間効力書いて民法90条の話に持ってきながら、あたかも違憲審査基準使っちゃうって書き方です。別に間違ってません。なのでこれ割と楽な書き方なんで、民法90条の解釈の中で違憲審査基準みたいな書き方を使う、一つありえます。なので区別の目的がやむにやまれぬもので、その目的達成に当該区別が必要不可欠で、当該区別の程度が必要最小限度の場合にのみ契約が有効と解する。で、区別の目的は、で、当てはめ重要、賃金と労働能力の不均衡を解消するためである。これはね、判例が言ってたんでそのまま入れました。別にこれは想像できなくていいです。やむにやまれるものと言えるかもしれない。しかし男女別定年制を設けた理由は、女子従業員はおおむね単純業務に従事するから短期間で労働能率が頂点に達してそれ以降向上しないのに、年功序列型賃金体系のため賃金は上昇するから賃金と労働能率の不均衡が男子より早期に生じそれを防ぐためというが、かような事実は存在しないため目的達成のためにこのような区別は不必要である。したがって当該雇用契約は民法90条に反する。まあこういったことになります。よろしいでしょうか。というわけで今日1回目が一番大変なんですけど、後半もね、頑張っていきましょう。それではここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。はい、それでは後半始めていきます。書き方のレジュメの32ページの真ん中やや下、ご覧ください。括弧5、統治の事例問題についてです。で、統治はそんなに出ません。正直言うと昔々旧司法試験の時代は1問2問出るんですけど、論文1問が統治で1問が人権っていうのは昔あったんですけど、予備試験司法試験は憲法は論文1問ですよね。でね、司法試験の場合は今までほとんど人権でした。で、ちょっとだけ統治の論点が出てくる程度でした。で、一方予備試験の場合は統治がね 2,3 割っていうイメージ。だからやっぱり人権中心なんですね。ただ統治も最低限用意していく必要があります。で、統治の事例問題は実質的に一行問題であることが多い。よって一行問題の書き方をマスターして論点を押さえれば十分である。で、正直ね、統治機構を一からたくさん勉強するというのは効率が悪いんです。なので統治はね、割と最低限でいいです。で、最低限の勉強法って何かというと、皆さんがテキストとか読んで単答は解けるようにする、プラスこの論証集のね、統治の論証を書けるようにするぐらいで割と統治は十分です。なのでそんなに統治は力入れなくて結構です。最低限このね、論証集にあるこの論点ぐらいを書ければもう十分すぎるぐらい、統治はそんなイメージです。で、ただね、米印で人権と統治の融合に注意。実は人権メインの問題でも統治の論点を聞いてくることがあります。で、以下のパターンが出やすいです。例えば人権を制約する条例がある。こんな場合は個別の人権の問題を書いて条例の法律の範囲内の問題、これを書く必要があるんですね。このパターンは割とよくあります。法律の範囲内の問題って分かります？憲法の、ね、94条を引いてください。憲法の94条、地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、次の法律の範囲内で条例を制定することができる。これはね、人権とセットで普通に聞けますよね。よくある問題です、タイプの問題です。で、あとですね、人権を制約する命令がある。命令って行政立法ね。
これも個別の人権の問題と委任立法の可否と委任立法の限界という問題になります。これもよくあるパターン。であとね、あ、これワードのインデントの関係で次丸3に直してください。失礼しました。丸3、国勢調査権の行使で、国民の人権を侵害した場合は国勢調査権の法的性質って問題と個別の人権の問題が両方出てきます。こんなパターンもあります。ただ特に 1,2 が重要なんで、これぜひ書けるようにしておいてください。いいでしょうか。じゃあ次ですね、33ページです。6、憲法論文の対策方法学習法です。まず論点を押さえます。一行問題、事例問題とも何が憲法解釈上の問題点になっているか知らないと、これお話にならないですよね。なので何が論点かを覚える。ただこれは皆さん入門段階でやってるはずですので、今からねいちいちやらなくても結構です。で憲法14条なら法の下平等、公団列挙事が論点で、規範と論証の流れを抑える。で規範っていうのは解釈で導いたルールで、例えば検閲の定義ってありましたね、あんなのを規範と言います。これ覚えないと書けません。で論証の流れとしては問題提起、理由、自説、問題提起、反対説、批判、自説などがあります。でね、これ何かというと、何が問題点かを指摘してこうこうこういう理由だからこういう結論ですって書く方法と、何が問題点なのかを指摘して反対の説があるけど批判してこれが正しいっていうパターンがあります。組み合わせるパターンもあります。この流れが基本的です。ただですね、一つ覚えておいてください。問題提起はあった方が分かりやすいが必須ではない。むしろ短く書くときは省略します。なのでそれは臨機応変にやっていてください。いいでしょうか。で書き方を押さえる。このレジュメをもう一回読んで自分なりに何問か書いてみる。で書いて試行錯誤することが重要。ただですね、その書く練習に関してはこの後問題集で私からまた指示をします。で過去の規範の覚え方、単語帳の利用で、規範は、まあ、論証集眺めてもいいし自作のノート作ってもいいし、あとはね市販の単語帳のでっかいやつ、でっかいカードみたいなのを使ってもいいし、とにかくね自分なりに覚え方を工夫して押さえてください。いいでしょうか。であとほぐす、これ何かというと検閲の定義書きました。行政権が主体となって思想内容などの表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること。これ長いんで、例えばねこういうふうにナンバリングする。1、行政権が主体。2、発表の禁止を目的。3、発表前に内容審査。4、不適当と認めるものの発表禁止。こんなふうにこうナンバリングするとなぜか覚えられることもあります。で34ページあとね、このように規範をバラバラにして書くと事例問題の当てはめが楽になります。例えば例として、知事選の候補者に対する批判を掲載した雑誌につき、裁判所が出版前に事前差し止めを行うことが検閲に当たらないかという問題で、こんなふうに書きます。検閲憲法21条2項前段とは1、ここが規範ね、行政権が主体となって2、発表の禁止を目的とし3、発表前にその内容を審査した上で4、不適当と認めるものの発表を禁止することを言う。そして検閲は絶対的に禁止される。でこの規範を書いた上で当てはめね、本文においては確かに、で2、雑誌の差し止めにより発表の禁止を目的とし、こうするとこの規範を2回書かなくていいじゃないですか。この2の規範に対応した当てはめが2なんだよってアピールできる。で3、出版前に事前に審査した上で4、不適当なら差し止めを行おうとしている。しかし裁判所が主体なので1の要件を満たさない。よって検閲には当たらないってことになります。あとこれも試験上のテクニックなんだけど、いきなり1で1の要件、裁判所が主体だから1の要件を満たさないだけ書いて、234検討しないで検閲に当たらないって書く。これはねやめてください。なぜかというと234も当てはめをした方が点数が入るから。なので絶対これ要件満たさないのが明らかでもちゃんと234の当てはめをする。いいでしょうか。あと語呂合わせ。目的効果基準とはその行為の目的が宗教的意義を持ち、
その効果が宗教に対する援助助長促進また圧迫干渉などに当たるような行為であるか否かによって判断する基準である。で、私の入門講座を受けた方はこれエジソン扱んで覚えるとかね、やりましたよね。これエジソンって偉い人いましたけど、エジソンさんが日本酒の扱んを飲んでいる、援助助長促進圧迫干渉みたいなね、くだらないですけどこんな語呂合わせを利用して覚えていってもいい。とにかく規範は覚えないと、書けないということになります。いいでしょうか。じゃあ次ですね、括弧5番、論証の流れの押さえ方です。まあ、重要なキーワードをマークして流れで押さえていく。で、今回ね、論証集っていうのがついています。この合格答案作成講座の論証集ですね。これも一言一句同じものを書ける必要がないので、重要なキーワードをマークして流れを押さえていく。で、自分なりの言葉に置き換えてもいいので、似たようなことを書けるようにしてください。で、私の入門講座を受けている方は、私の入門講座の論証でもいいです、それは。で、判例を押さえておく。で、ロースクールの方は特に一行問題対策必要な方は判例を押さえてください。で、一行問題対策が必要な人は主要な判例はまとめて簡単に書けるようにしてください。で、ロースクール受けないで予備司法だけの人は一行問題対策はいりません。ただし重要な判例はどういう判例なのか、もし書けって問題が出たら簡単に書けるようにしといた方がいいです。で、論点以外の勉強、担当式問題に出るような知識もたまに聞かれることがあるので、論文対策としても学習していく。でもこれは担当問題でカバーしていけば結構です。いいでしょうか。じゃあ書き方は以上なんですけど、これでいきなり問題入るとちょっとねきつい面もあるんで、少し思考訓練をしておきましょう。判例を題材にです。まず1、存続殺重罰規定違憲判決事案、長年ジップから過酷な性的虐待を受けてきた女性がジップを拘束し、改正前刑法200条の存続殺人罪で起訴された。そこで200条が14条1項に反しないかが争われたんですけど、まあ、14条1項で構成するのをやりました。で、これ先ほどね、平等権以外じゃ構成しにくいから14条使うんだよと言いました。じゃあ、あえて他の人権として構成したら何条になります？どの人権として問題として構成できるのか、ちょっと1分で考えてみてください。何条使えそうですか？他に これは人権の設定の問題なんで重要なんですよね。この何条で構成できるのかっていうのは常にね、人権の問題の場合考えてください。唯一の正解というのはありません。自分なりに考えられればいいです。いいでしょうか。何か考えつきました？14条1項以外で構成するとして、一つは31条。なぜかというと、通説によると31条の適正手続きは実態の適正も含むから。実態の適正というのは刑罰法規の中身がまともなことですよね。中身が異常だってして31条で構成することが考えられる。もう一個ね、何でもいけそうな条文、13条ね。13条はありえなくはない。ただ書く？31条と13条、あまり書かないですよね。だからこれ31条と13条構成は考えられるんだけど、現実的ではないから平等権で論じる、そういう話です。いいでしょうか。じゃあ次に、宗教法人オウム真理教解散命令事件です。これもさっきね若干出てきましたね。オウム真理教の宗教法人としての解散命令の申し立てが行われた。はい、ここで問題は、誰のどんな人権が侵害されているか。これ判例で問題にならなかったことも含めて考えてみてください。これもですね、1分差し上げますので、ぜひ考えてください。こういった思考訓練が憲法は大事です。
あの社会問題ニュースに出たらそれを憲法的に普段から考える癖をつけておいてください。誰のどんな人権が問題になっているか。どうでしょうか。はい、いいでしょうか。まずね、これ法人自体の人権問題になりますね。法人自体が解散命令からってんだから。だからこれは法人の何の人権問題になってる。で、純粋に結社の自由でもいいんだけど、これ宗教的結社の自由として、信教の自由の問題にする方が一般的です。あの宗教絡みの結社の自由は信教の自由の方の宗教的結社の自由で構成するのが一般的になります。で、これ法人の宗教的結社の自由はじゃあ直接的制約でしょうか、間接的制約でしょうか。これも重要ね。で、一応法人を解散しろって言われてるだけで集まるなとは言われてないんですよ。だから直接的制約ではないんだけど、でも直接的制約にかなり近いですよね、法人格なくすから。だからこれは直接制約に近い間接制約です。直接的制約に近い間接制約ということになります。だからまあまあ強度ですよね。で、直接的制約に近いんだったら間接対応は結構強度なわけですよ。あ、制約対応ね。だから制約対応は強度、まあ、比較的強度。まあ、そこそこ強度になります。ただ、一方でね、これの違憲審査基準を導くにあたっては、法人制度ってそもそも法の枠内で認められてますね。だからそこも言う必要がある。法人制度は法の枠内で認められるもの。ということはまあ制約結構できそうですね。で、こんな2つの要素に着目して審査基準を導いていくということになります。まあ、結論はね、あのいろんな結論あるんで書きませんけど、こういうのが考慮要素になります。で、あとはもう一個、信者の信教の自由の間接的制約になってますね。こういったものを書いていくということになります。よろしいでしょうか。
まあ、書いていくというかね、今思考の訓練でいろいろやってますけど、まあ基本的には法人の人権というよりは信者の信教の自由を書いていく方がメインでしょう。よろしいでしょうか。じゃあ次、36ページ3、再犯平成8年3月8日です。で、事案、 X が通う公立高専においては剣道が必修科目とされていたが、戦いを学ばずという教えのあるエホバの証人の信者である X は閣議である剣道には参加できないとして代替措置を求めたところ、学校側は代替措置を取ろうとしなかった。その結果 X は単位不十分のため退学処分とされた。かから学校の行為は裁量権の逸脱に当たるのではないかが争われた。で、この判例は皆さんよく知ってると思うんですけど、ここではね、攻撃対象なりって点を考えていきたいと思います。これ1分で何を攻撃するのかっていうのをちょっと考えてください。できるだけね、まあ、ブレインストーミング的に広く考えていてください。何を攻撃するんですか。大体考えました。でね、こういうふうに学校の処分が問題となっている場合、まあ、まず攻撃対象から脱線しますけど、必ず確認してほしいことは、国公立なのか私立なのか。私立なら私人間公録になります。そこはね、絶対確認して最初に。で、今回は公立高専だから私人間公録いらないってことになります。で、これね、学校系の問題とかの場合は拘束があってそれに基づいて処分されますね。だから法令違憲適用違憲みたいな関係で、拘束そのものがおかしいって場合と、拘束は仮にまともでも処分がおかしいって2つあるんですよ。これ攻撃対象2つ、これ法令違憲に似てる。類似で、処分意見は適用意見と同じと考えていいでしょう。適用意見、実は拘束そのものが違憲かって問題と、処分が違憲かって問題の2つの観点から考える必要があります。理論的にはね、まずこれを押さえてください。でも今回の判例は拘束の違憲性については述べておりません。なぜか、それも考えてみてください。今回の拘束っておそらくなんだけど、2回減給留置処分を食らったら退学処分になる、それぐらいなんですよ拘束は。で、剣道必修科目にするなら校則に書いてるかどうかは知らんけ、わからないけど書いてるかもしれません。ただそれは単独で見ると不合理とまでは言えないですよね。だから今回は校則自体は不合理ではなかった。本件はでは、ここは合理的だから法令違憲も問題は生じない。校則は合理的なんだけど、この校則を機械的に信教の自由に考慮せずに適用したことが違憲だから、こっちがメインなんですね、が攻撃対象。
ということになります。ただ逆に今話題のブラック校則で丸刈りを強制したりとか、そういった事例の場合は校則の合理性ももちろん問題になっていく、そういう話になってきます。よろしいでしょうか。じゃあちょっとね、これはせっかくなんで判例見ていきましょう。で、この判例はまず裁量権の逸脱乱用の枠組みを示しています。判詞、裁判所が学生の退学処分等の適否を審査するにあたっては、校長の裁量権の行使としての処分が全く事実の基礎を欠くか、これかなり裁量の範囲、逸脱乱用の範囲を絞ってます。全く事実の基礎を欠くか、また社会慣例上著しく妥当性を、妥当を欠き裁量権の範囲を超え、また裁量権を乱用してされたと認められる場合に限り違法であると判断すべきである。で、こんな一般論を示します。で、理由としては、退学処分は学生の身分を剥奪する重大な措置であり、その要件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要する。で、もし我々が論文で書くなら、裁量権の逸脱乱用論を書いてプラス人権との結びつきを入れてください。で、信教の自由に重きを置いて解釈するとかね、そういうことを書いていってください。で、高専では剣道実技の履修が必須のものとまでは言い難く、教育目的の達成は、高専では他の体育種目の履修などの代替的方法によっても性質上可能である。で、判例もこれね、適用意見なんで司法事実、具体的な事実に着目して論じてますよね。これも高専って工業の学校だから、例えばね、物理学の履修拒否した人を退学処分にするなら分かるけど、剣道って別に必須じゃないですよねってことを言ってます。だからそれは代わりでもよかったんでしょう。で、これがね、体育学校とかだったらまだ別でしょうね。そういうことです。レックスの剣道実技への参加拒否の理由は、その信仰の核心部分と密接に関連する真摯なものであり、 X が自由意志により必修である体育種目の科目の種目として剣道を採用している学校を選択したからといって退学という著しい不利益を X に与えることが当然に強要されるものではない。で、この部分は同意論です。同意論もはっきり判例処理してます。 X がこの学校を選択したから剣道の履修に同意してたんだ、人権を放棄していたんだってロジックなんですけど、退学まで受容しているとは言えないって言いました。で、次に代替措置を取る、じゃあ取ったとして、政教分離原則に反しないかってパートもあります。まあ、ここはちょっと割愛します。このように判例の題材で論文を書いていくにあたっては結構ね、人権設定から考えなきゃいけないんですよ。今その練習をしています。じゃあ次いきます。これも有名な話、37ページ上から4行目、再犯、平成17年7月8日船橋市図書館事件です。事案、愛知の公立図書館員は個人的な価値観から特定の100冊余りの図書を除籍基準に定められた除籍対象資料に該当しないにもかかわらず廃棄した。廃棄された図書の著作者 X が Y 氏に対して国家賠償請求をした。はい、これどの人権の問題になりますか。まあ、これ有名なんで知ってる方も多いと思うんですけど、1分ぐらい考えてみてください。どの人権の問題でしょうか。何条って答えるだけじゃなくて、それをどういうふうに使うかまで考えてください。まあ、著作者 X が国家賠償請求をしているので、この国家賠償請求の中で憲法論を展開していくということになります。いいでしょうか。で、これもちろんお分かりの通り X の表現の自由なんですけど、ただ表現の自由って自由権であって、これ図書館に収蔵してくれって権利になってるんじゃないか、請求権になっていないかっていうのが問題になってるわけです。
だって本来図書館に収蔵してくれって請求権は自由権から生まれない。あたかも請求権のようになってる。そこをどう処理するかって話です。よろしいでしょうか。で、これなんですけど、一つ参考になる考え方がベースライン論です。これね、37ページの一番下の行からベースライン論。で、38ページってこう、これですね。通常何もない状態から図書館に本を収納してくれっていうのは請求権となる。一方で、図書館に本が収納されている状態が憲法上保障されているなら、そのライン、これをベースラインと言います。から切り下げる行為、本の収納をやめる行為は自由権侵害となりする。本来請求権となる権利を自由権侵害と構成できるが、ベースラインが憲法上保障されているという点を論証するのが難しい。で、このベースライン論の発想はぜひ知っておいてください。どういうことかっていうと、こういう2つの状態考えましょう。これ図書館に本ある状態。で、この下が図書館に本ない状態。図書館に本なしの状態から本ありの状態に上げるのはこれ請求権です。だからこれ普通は認められません。ただね、図書館に本ありの状態、ここから切り下げようとされている、本なしにされようとしている。で、これを邪魔するなっていう権利、で邪魔するなって権利は妨害排除請求権と言いますよね。切り下げるな、やめろっていうのは妨害排除請求権です。そして憲法上の自由権は妨害排除請求権とも言います。だって表現の自由って私の表現を邪魔するなって権利じゃないですか。自由権が妨害排除請求権なんですよ。だから切り下げをやめろっていうのは妨害排除請求権で、自由権として構成できます。これがベースラインの、これ聞くとすごい便利ですよね。あれ、どんな権利も妨害排除請求権として構成できそうですよね。切り下げをやめろと言えれば。ただこれそうそう使える理論ではないです。なぜか、この理論を使うための最大の難所で要件はこれなんですよ。ここのラインが憲法上保障されているってこと。だからベースラインのって言い方します。憲法上ベースラインが上がってるっていうのが前提です。ここが憲法上の権利になってるから、切り下げをやめろっていうのが自由権になります。だから図書館に本ある状態が憲法上保障されてなきゃいけないんですよ。
前提としてこれが憲法上保障されている。で、ここがなかなか難しいんですよ。だって図書館に本ある状態を憲法上保障されてるとはなかなか言えないんですよね。だからベースラインを使うんだったら、この憲法上の保障がベースラインが上がってるってことをたくさん理由をつけて説明しなきゃいけないということになります。いいでしょうか。これも権利設定の問題で、権利設定の問題って書くことたくさんあるんですね。いいでしょうか。で、この権利設定の問題として判例は憲法を明示的に表示してはいないんですけど、ベースラインを上がったような表現をしています。ちょっと見ていきましょう。これが37ページです。37ページの範囲ってところを見てください。公立図書館は住民に対して思想意見その他の趣旨の情報を含む図書館資料を提供して、その教養を高めること等を目的とする公的な場ということができる。そして公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように独断的な評価や個人的好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の、義務を、まずこう言ってます。で、次です。公立図書館が住民に図書館資料を提供するための公的な場であるということは、でここが重要なんですけど、そこで閲覧に供された図書の著作者にとってはその思想意見等を公衆に伝達する公的な場でもある。ちょっとパブリックフォーラム的論発想ですね。一回そこの場所に閲覧に供された図書の著作者にとっては思想伝達を公衆に伝達する公的な場になっている、パブリックフォーラムみたいになっているんだとすると、それはもう憲法上尊重しなければならない、そんなロジックです。したがって公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を著作者の思想や心情を理由とするなど不公正な取り扱いによって破棄することは、当該著作者が著作物によってその思想意見等を公衆に伝達する利益を不当に損なうものと言わなければならない。そして著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることに鑑みると、公立図書館においてその著作物が閲覧に供されている著作者が有する上記利益は法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり。で、これですね。法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり。で、論文で書くときはこれをね、憲法上の権利って言い切っちゃってください。憲法上ここまで言ってるんだって言わないと憲法の答案にはならない。で、公立図書館の、図書館職員である公務員が図書の廃棄について基本的職務上の義務に反し、著作者または著作物に対する独断的な評価や個人的好みによって不公正な取り扱いをしたときは、当該図書の著作者の上記人格利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる、そういうことになります。よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。最後です。38ページ上から6行目5、岐阜県青少年保護育成条例事件です。事案見てください。知事が有害図書の指定をし、指定を受けた有害図書を自販機に収納することを禁止する条例が21条1項に違反しないかが争われた。なお本条例6条2項は有害図書のうち特に卑猥な死体もしくは性行為を被写体とした写真またはこれらの写真を掲載する紙面が編集紙面の過半を占めると認められる刊行物については、知事は本条例6条1項の指定に変えて当該写真の内容をあらかじめ規則で定めるところにより指定、包括指定することができるとする指定方式を定めていた。で、この事例で判例はちょっと置いておいて、誰のどの人権が問題になるのか、これね、幅広く考えてみてください。1個じゃなくてたくさん考えてみてください。これね、2分を差し上げますのでちょっと考えてみてください。誰の、もうポイントです。誰のどの人権、あとは直接的な人権じゃないんだけど、まあ、特定行為請求権とか文面審査とかそういったものも問題になるんだったらそれも考えてください。いいでしょうか。誰のどの人権の問題か。
できるだけたくさんあげてください。まあ、若干ヒントをあげるとすると、まあ、情報ですよね。これも、まあ、有害図書であっても情報っていうのは送り手と受け手がいるわけです、まあ、そのあたりもちょっと考えてみてください。よろしいでしょうか。じゃあね、これはね、39ページ見てください。で、本事例においてはまず有害図書指定基準の明確性、これも一応問題になりますね。で、じゃあ情報の受け手の方から、これね、まず青少年の知る権利は問題になります。これ有害図書だから最初から除外しちゃうかもしれないんだけど、有害図書であっても青少年知る権利、これ認められることはありますね。で、青少年の知る権利、これ有害図書だと全く見ることできないですよね、青少年って。だから非常に強い規制です。で、ここでね、有害図書なんでいわゆるエロ本とかグロい本とかそういうものなんで見せる必要ないって思ってるかもしれないんだけど、あの司法試験の問題で出たのは死刑の残虐性を訴えるウェブサイトが閲覧禁止になったみたいなあの話があって、そういうものだと確かに知る権利の問題になってくるんですよ。で、さらに成人の知る権利、ただこれはあの本屋に行ったら買えるからそんなに侵害はない。あと著者または出版社の表現の自由、これもですね、普通の有害図書だと表現行為とは、まあ表現行為なんですけど、そんなに価値の高い人権じゃないんですけど、例えばありますよね、そのわいせつなんだけど芸術性もあるようなものとか、そういったものだと表現の自由はかなり問題になってきます。あと著者または出版社の営業の自由、平等権などが問題となります。で、あとは表現の自由とか知る権利に含めちゃってもいいんだけど、あれ、検閲とか事前抑制とかも一応問題になる、チェックしてるからね、網羅的に。だから検閲とか事前抑制も一応問題になるとして検討対象に入れてもいいです。まあ、事前抑制ですね。で、検閲該当性、これないんだけど、一応こんなのも問題にはなります。で、これね、ブレインストーミングの段階、問題文読む段階ではいろんな人権をまずパーッと上げちゃってください。その中で負け筋なのをどんどん除外していくんです。いいでしょうか。で、まず二重の基準論から、これね、 5と6ですね、インデントずれてます。5と6は負け筋なので、営業の自由と平等権は負け筋なので、やっぱり知る権利とか表現の自由権を検討したらですね、こっちの方が勝ち目あるんで、これを検討していくということになります。じゃあちょっとそれぞれ見ていきましょう。まず丸に、青少年の知る権利で、そもそも自販機か否かを問わず青少年は一切有害図書からの情報を摂取できないので、制約対応極めて厳しいです。しかし、そもそも当該情報の摂取が人格的価値を有するかどうか、まあ普通の有害図書ならダメでしょうね。あとはパターナリスティックな制約として許されるかが問題で、さらに販売業者が青少年の知る権利を主張する場合には第三者の意見主張的確という論点も出てきます。で、第三者の意見主張的確ってのは他人の人権を主張できるかって問題で、これね、一時期すごく司法試験で流行りました。これ知らない人はですね、ぜひね、これもマスターしておいてください。で、知らないよって方、論証集のね、これ96ページに載ってます。ちょっと見ときましょうか。論証集の96ページ、これ知らない人はね、今日ぜひ復習しておいてください。第三者の憲法上の権利の主張という話です。問題提起、訴訟の当事者は特定の第三者の憲法上の権利を援用して
適用法令の違憲を主張することを認められるか。他人の憲法上の権利を主張するときはこれを必ず書いてください。論証集96ページの上側です。論証、付随的違憲審査制の下では具体的総称が前提であるから他人である第三者の権利の侵害を理由として適用法令の違憲を主張することは許されないのが原則である。しかしそれでは第三者の基本的人権を十分に保障することができない場合がある。そこで権利の性質や当事者と第三者との関係を勘案し第三者が侵害された権利の救済を自ら求めることができない、あるいはそれが極めて困難であるときは例外的に特定の第三者の憲法上の権利を援用して適用法令の違憲を主張することが認められる、まあ、こんな感じです。これはねぜひ知っておいてください。で先ほどのレジュメに戻ると第三者の違憲主張適格という論点も出てくるからなかなか難しい。で丸さん、成人の知る権利、成人は自販機以外で買うことができるので制約対応は緩やか。でまた第三者の違憲主張適格という論点も出てくるのでこれは負け筋です。でマリオン、著者または出版社の表現の自由、これ内容規制ではあるが内容に着目しますよね。ただ自販機以外で成人に対しては発表することができるのでこの意味で規制対応は緩やかである。でしかし青少年に対しては一切売ることができないので青少年に有害図書の情報を届けることに特段の意味があればある程度厳しい審査基準が使われるであろう。でおそらく皆様も感覚的に分かっていると思うんですがこの有害図書販売は普通は合憲です。ただ何かこの有害図書に該当するんだけど芸術性があるとか政治的メッセージが込められているような本の場合はこれ違憲になる可能性がある、まあ、そういった話になります。憲法は特殊事情が重要です。ところで2時間半お疲れ様でした。これで一応書き方終わりで問題集に入ってきます。はい。でね、この問題集たくさん問題あるんですけど憲法ってだいたい9回あります。でね、1回に7から8問ぐらい進みますのでこれね今日はいいんですけど次回から予習をしてきてください。だいたい7から8問ぐらい進度は進みます。で予習何するかというとこれねまずここ論点ありますよね。外国人の公務就任権とかいろいろ書いてますね。で憲法得意な方はいいんですけど憲法苦手な方は次回進む分のまずね論点の確認をまずしてください。これを予習として してください。なぜかというと例えばね幸福追求権やるときに何にも幸福追求権覚えてないよって言うんだったら講義聞くの苦痛になっちゃいます。そもそもなのでまずインプットとして次回進む分の論点の確認、これはテキストでもいいし入門講座のレジュメでもいいし基本書でもいいし何でもいいです。皆さんお持ちの教材何でもいいから論点の確認してきてください。基本書でもテキストでもレジュメでも何でもいいです。これお手持ちのものでいいです。新たに買う必要も特にねもう持ってるんだったらいらないです。何でもいいから確認してください。で特に時間がないって人はこの論証集の該当箇所を読んでおくだけで違うのでそれはやってください。時間がない人はね。でそれをやった上で次ね次回進む分の問題の答案構成はしてください。答案構成っていうのは何を書くべきかをこう白い紙に書き出していくそんなイメージです。でここまででいいんですけど余裕があったら書くことはやっていいです。ただ積極的にはね第一部は進めません。ただ余裕があったら書いてもいいです。で私はね憲法の場合特にね第一部はね書くことをお勧めしてません。なぜかというと今の予備試験や司法試験の憲法の問題って第一部の問題とだいぶ形式が違うんですよ。だから正直第一部は知識の確認程度で、まあ、よっぽどね書いてみたい問題があったら1題2題書くとかそんな1回にね1題2題書くとかそんなイメージで結構です。だから第一部は
答案書かなくてもいいです。形式が違うので。ただたまにね、練習でちょっと書いてみたいなって時は書いてももちろんいいです。書いた方がもちろん勉強になります。第2部はね、その時言いますけど絶対書いてください。予備試験の過去問は書く。いいでしょうか。ではじゃあ早速いきましょう。第1問から入っていきます。2ページ目第1問、これ九死の問題です。で、一応論点のランクとしては A ランクです。ただ、答案を作る必要まではありません。形式が予備試験と全然違いますよね。問題文短いし、論点としては A ランクです。第1問、 A 市では条例で市職員の採用にあたり日本国籍を有することを要件としている。で、この条例の憲法上の問題点について市議会議員の選挙権が法律で日本国籍を有するものに限定されていることと対比しつつ論ぜよって問題です。ありましたよね、判例が。東京都の職員が日本国籍なくて、まあ、裁判を起こした事案、あんなのを参考に書いていくってことです。で、これまずね、今日最初なんで普通は答案構成してから答案書くんですけど、先に答案見てからこんな感じで答案構成するよって順番で今日は1問目なんで見ていきます。でね、これ私の回答例もあるんで、まず私の回答例見てください。今日お配りしたやつです。あの Zoom の方はね、ネットにアップされてると思います。で、第1問、平成19年休止第1問です。で、 1A 氏は条例で市職員になるためには日本国籍を要件としている。で、当該条例は市職員になろうとする外国人の公務就任権を侵害しているのではないのか。で、これ問題的で、そもそも公務就任権って憲法15条で認められるのかっていう権利性から書いていかなきゃいけないですよね。なぜかというと憲法15条1項を見てください。公務員を選定しおよびこれを罷免することは国民固有の権利である。これは公務員を選ぶ権利と辞めさせる権利を書いてるけど、自分が公務員になるとは一言も書いていない。そこを法律の解釈で出していく必要があります。これが非選挙権の問題です。で、まず公務員の非選挙権、公務就任権というのは公務員になる選ばれる権利なので非選挙権です。これは選挙権の裏返しであり、また公務員になり公務を行うことも参政権の一環といえるので、公務就任権は憲法15条1項によって保障されると解する。で、ここなんだけど、割とね、公務就任権は憲法15条1項で保障されてるっていうのは一般的な説なんで、あっさりでいいですここは。で、あと注意1番に書いてあるんだけど、これね、あの職業選択の自由に求める見解もあります。なぜかというと、あの市議会議員とか国会議員じゃなくて、普通の公務員だから職業選択の自由で処理する見解もあります。これどちらでも結構です。はい、じゃあ答案に戻りまして、権利設定できました。でもね、ここで外国人ですよね、外国人の人権って論点をここに入れ込む。しかし外国人にも保障されるのか。で、この点で、ここはお決まりの論証です。人権の全国家的性格及び憲法が国際協調主義をとっていることから、外国人も人権共有主体となりうる。ただし人権の中には性質上自国人のみを対象としているものもあるので、外国人はその性質上可能な限り人権共有主体となりうると解するってことですね。で、3括弧1、ここで国会議員に立候補する権利は国民主権原理憲法全文より日本国民のみに保障される。で、むしろ外国人に保障することは国民主権原理より禁止される。で、ここでなんで今回問題になってない国会議員を入れたかっていうと、今回ね、市議会議員の話も出てくるんですよね。で、市議会議員の話出すにあたっては国会議員と比較した方が分かりやすいからちょろっと出しました。で、打足は良くないんだけど、必然性があることはこういうふうに書いて構いません。で、これ比較しろって言った過去に、では
地方議会議員に立候補する権利はどうか。で、これなんだけど、説が分かれているところです。地方議会議員に立候補する権利は日本国民のみに認められているという説、あるいは立法政策による説とかいろいろあります。で、これはどちらでも結構です。で、私の回答例はこれ日本国民に限定されてるって説で書きました。レックはね、立法政策って説です。なのでちょっと説を変えました。で、過去に、では地方議会議員に立候補する権利はどうか。でね、じゃあこれ日本国民に限られてるってロジックをしたい、書きたい人、ちょっと難しくないですか。でもだって国民主権は関係ないじゃないですか、地方議会なんて。で、ここは地方自治の本旨と国政をつなげるってことになります。こんな感じ。この点、憲法が地方自治を保障した趣旨は、権力を地方に分散することで中央政府の権力を抑制し、その乱用から国民の権利自由を守ること、自由主義的意義と、丸に住民により近い政治の実現により国政レベルの代表民主制を補完すること、民主主義的意義にあるとすれば、丸により、地方議会議員になることも日本国籍が必要だと解することによって、解するよってって書いてますけど、解することによってですね、解することによって、市議会議員の選挙権が法律で日本国民に限定されていることは、むしろ憲法の要請にかなうことであり、合憲である。まあ、こんな感じで書いていけばいい。これは要するに日本国民にしか保障しちゃダメだよっていう考え方になります。で、2点ほど補足。まず、ここでね、なんか地方自治の本旨みたいな論証出てきましたね。これ統治の論証で、この ① ② は地方自治の本旨って論証でよく書くフレーズになります。これ住民自治と地方自治です。で、論証集で言うと、これ89ページですね。89ページの下側の地方自治の法的性です。論証集の89ページの下をちょっと見てください。憲法が地方自治を保障したのは、住民の日常生活に密接な関連を持つ公的事務については、その地方の住民の手で、その住民が主体となって処理する政治形態を保障しようとした趣旨と解される。すなわち憲法は地方自治という歴史的、90ページ、伝統的な公法上の制度を保障したもの、制度的保障と解すべきである。そうすると地方自治の本旨とは、法律によっても犯し得ない制度の革新を意味するものと解される。具体的にはこれですね。1、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという住民自治と、2、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任のもとでなされるという団体自治の2つの要素がある。で、私はこの論証から借りてさっきのところに入れ込みました。で、団体自治からこう国民主権につなげるという形です。で、これもね、テクニックとして覚えていただきたいんですけど、統治と絡むような人権、参政権なんかそうですね。あれは統治の論証の一部分をこういうふうに入れ込むことができます。なので、ちょっと口頭テクニックなんですけど、そういったこともあるんだと押さえてください。で、もう一点補足で、これには、いや、この結論はおかしいだろう、外国人にも地方自治の本旨から公務就任権を認めるべきだと書きたい方、大丈夫です、用意してます。中に見てください。もしね、これね、外国人にも認めたいんだったら、注意を見てください。続けてこう書きます。外国人の地方議会の非選挙権を認めたければ、こんな感じとすれば、丸2より、地方議会議員になることも日本国籍が必要だと解するのが自然である。自然ではあります。しかし、憲法上明文で日本国籍が要請されているわけではない。憲法で地方議会議員は日本国籍ないとダメだとか書いてないし、地方議会も国民主権だとか書いてない。したがって、外国人の非選挙権を認めるか否か立法政策の問題だと解する。よって、市議会議員の選挙権が法律で日本国民に限定されていることは、合憲であると書けばいい。これ立法政策の問題だから、法律で認めることもできるし、認めないこともできる。だから現行の方は合憲であると書いておきます。で、この点、公権力行使と地方公務員に外国人がなれるかの論点も立法政策の問題になってきます。じゃあ、ちょっと回答例戻りまして、じゃあ次、カッコさんですね。じゃあ、普通の地方公務員になる権利は外国人に保障されるのか。で、この点、地方公務員も多種多様なものがある。で、まず住民の権利義務を直接形成し、この範囲を確定するなどの業務を行う、
いわゆる公権力行使等地方公務員は地方議会議員に準じるものとして日本国籍が要請されている。で、この私の回答例は判例の規範で書いてます。で、判例はこの住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの業務を行うのを公権力行使等地方公務員って言って、公権力行使だから日本国籍に限ると言ってます。で、この公権力行使等公務員の定義覚えられないよって思った方、これ何かに似てません？行政法の処分制の定義に似てません？そっくりですね。だからあれを応用して書けばいいんだみたいな感じで覚えていくんですよ。だからいろんな法律の知識を使っててください。で、覚えることは最小限しないともう司法試験やっていけませんので、処分制の定義に似てるんだって覚えておくと書けますよ。これ多分そんなに難しくない。住民の権利義務直接形成、範囲を確定ですからね。で、これは日本国籍を要請されている。一方で、公権力を行使ない地方公務員につき外国人の応募を認めるか否か、これはね、外国人に権利があるって書いてもいいんだけど、判例は違います。法律や条例で規定できる事項と解する。すなわちそのような地方公務員に応募する権利は外国人には保障されてない。なんでかというと、人事制度の一体性ですね。なぜなら、地方公務員制度の運用は地方自治体の裁量であるところ、自治体によっては総合職のような職種は当初は一般公務員として採用し、管理職になると公権力行使等地方公務員になることを予定するような運用が多く見られる。これね、判例の言ったことを噛み砕いて書きました。こういうことです。このように公権力行使等地方公務員と一般職公務員を一体として運用することは地方自治体の裁量の範囲内であり、そのような運用をする場合は応募者の資格を日本国民に限定することも合理的である。とすれば、すべての地方公務員につき応募する権利は外国人には認められないということになります。本件条例は合憲である。で、中3で書いてる通り、これね、完全な一般職については、要するに公権力に関わらない一般職については、外国人に権利を認める権限も当然あります。で、あと中4で、平等権については負け筋なので書かなかった。で、権利内容に着目するアプローチだと上記の憲法15条一項論とほぼ同様の論述となる。で、判例の見解だと確かに本人の努力では左右できない問題なので審査密度は上がる。で、その後は地方公務員になるということの意義を踏まえて制約が合理的か否かを論じていく。で、これも議論の大部分は上記の回答例と同様の論述になってきます。で、今ざっと見ました。で、これあくまでね、私がレックの回答例と違う回答例を見た方が勉強になるので結論を変えて書いてます。で、レックの回答例も後で見てみます。じゃあね、私の回答例に対応する答案構成ってどういうものなのか今お示しします。こんな感じになります。で、実践的な答案構成、本番で書くような答案構成はですね、論文で書くことと同じことを2回書かないんですよ、なるべく。なのですごくあっさりしたものになります。で、一方ね、これ覚えておいてほしいんですけど、学習用の答案構成って言って、論文の答案書く代わりに答案構成で解いたことにする場合は詳しめに答案構成をやることがあります。なのでね、皆さんは勉強するときは詳しめの答案構成なのか、それとも本番同様のあっさりした答案構成なのか、どっちを書いてるのかっていうのは意識してやってください。今から見せるのはあっさりした答案構成、こんな感じです。第一、条例、外国人の15条1項侵害みたいに書いてね、すごいあっさり書くんですよ。で、ここでどういう論証を入れるか、公務就任権の問題、例えば黒ポチで公務就任権何条って問題を書いて、あと外国人の人権、これ外国人の人権の論点を書くみたいな合図ですね。で、論証はもう答案用紙に直接書いちゃう。外国人の人権っていうのはバッと書けるようにしちゃう。で、これ書いた上で、国政の場合は禁止
国民主権で、私はよくひらがな使ってました。漢字書くとね時間もったいないんで、ひらがなをよく使ってました。国民主権とかね。で地方で、これもとりあえず禁止説で書く。ただなんで地方議会の非選挙権も禁止説書くかどうしようかって考えた上で、地方自治の本旨を書いて、でここはちょっと具体的に書く。国政レベルの補完、で国政レベルの補完ってことは日本国籍必要。こんな感じで本当に骨だけ書いてるんですね、答案構成ってのは。じゃあ次、一般の地方公務員どうするか。でこれは公権力行使と非行使に分けますよね。例えば日本人オンリーみたいに書いて、そうでない、これは立法裁量。で人事運用からみたいな、こんな感じで書くってことです。で答案構成ってこれぐらいです。本当に骨組みだけです、実践的なのは。でこれでもうバッと書いちゃうってことです。ただこれ旧紙の問題で当てはめの事情が少なかったんで、これぐらいでも十分です。で当てはめの事情が多い場合は答案構成をもうちょっと長くしたり、当てはめの事情をね、例えば問題文で丸1丸2とか書いて振っていったりします。まあこんな感じで書くんだってイメージにしてください。よろしいでしょうか。ではね、今回初めなんでレックの回答文見ましょう。4ページです。でレックの回答例、これ立派な回答例です。これも見ていきましょう。で第一、外国人に保障される人権について。1、本門の条例は A 職員の採用にあたり日本国籍を有することを要件としている。そこで本門の条例は外国人の公務就任権および職業選択の自由を不当に制限するものとして違憲であるかが問題になる。この回答例は両方の人権の問題としています。でまず外国人が人権共有主体となりうるか。でこの点、人権が全国家的性格を有することや国際協調主義の立場からすれば外国人も人権共有主体となりうると解する。でこの答案すごく正しいんですけど、予備試験や司法試験って時間との勝負なんですね。で例えばこれも問題提起省略できますよね。これいります？外国人が人権共有主体となりうるか。もちろんあった方が分かりやすいんですけど、なくても何とかなりますね。だからこういうものはどんどん削っていく癖を身につけてください。で、違憲であるか問題となる。で、この点って書いて唐突なんだけど、こうこうこうだから外国人も人権共有したいとなりうるって書いても別に通じますね。だから今からね、無駄なことは削っていく。無駄なことって2回同じようなことを書くことは削っていくって癖をつけてください。一方で当てはめとかを充実させるっていうのは全く無駄ではない。それはむしろやった方がいい。で、今の予備試験、司法試験のトレンドは事例が長い事案問題です。事例問題です。事案が長い事例問題です。ということは、こんな問題提起を書いているより当てはめを充実させた方がたくさん点数つくんですよ。
なので、削れるところは削ってください。いいでしょうか。じゃあ次3の括弧1です。そうであるとしてもいかなる人権が外国人に保障されるのか。前述の人権の全国家的性格からすれば、基本的人権の保障は権利の性質を日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも等しく及ぶものと解する。これもね、外国人も人権共有したいとなり得ると解する。そしてここにつなげればですね、権利の性質上日本国民のみ対象としているものは除き外国人にも等しく及ぶ。だからこれもそうであるとするしてもから、保障はまでもこれ省略できますよね。こういうところバンバン省略していく。でなんでこここんなに省略するかというと、外国人の人権は性質上可能な限り認められるっていうのは判例通説で動きようないんですよ。だからそんなに大展開する必要がないってことです。イメージ湧かない方、民法で例えましょうか。177条の第三者の異議って動きます？これから動くわけないですよね。だから理由付けは一言であっさり書く。それと一緒なんですよこれ。だからもうあっさり書くってこと、書かなきゃダメですよ。論点なら書くは書くんだけどあっさり書くってことです。じゃあ括弧に、で本門の条例は外国人の公務就任権及び職業選択の自由を制約している、この点職業選択の自由は自由権的性質を有することからすれば権利の性質を外国人にも保障される。でこれ若干分かりにくいですよね。でこれ言いたいことは、社会権とかだったら国家予算とかあるから認められないんだけど、自由権だから特に認めるのに支障はないってことを言いたい。でもしね、今の私の説明の方が分かりやすければ、それか自分でもっとより良い説明できるんだったら、これ書いとるね、書き換えちゃってください。自分で書き換えることもすごい勉強になります。でその方が自分の表現なんで思い出しやすいし将来書きやすいので、気に食わない表現があったらどんどん書き換える。で最も職業として公務員を選択するにあたっては国民主権の原理からの制限が伴うことから、市職員への採用の可否については外国人に公務就任権が認められるかどうかを検討すべきであると言える、そしてこの点については公務就任権の賛成権的性質から争いがある。で括弧3、ここで同じく賛成権の一つである選挙権について、本門の法律は市議会議員の選挙における外国人の選挙権を制約しているが、でこれロジックの持ってき方、これ、選挙権をこれ日本国籍のみに認めたい場合はこうなります。でまずこうですね、市議会議員の選挙における外国人の選挙権を制約しているが、まず15条1項は国民の権利として選挙権で国民主権原理なので、選挙権は日本国籍を有する者に保障されていることが明らかと書きます。そして地方議会での決議は国政にも影響を与える。これで地方議会とのつながりをつけて地方レベルの選挙権も国政レベルと同様に考えるべきだ。したがって選挙権は権利の性質上日本国籍を有する者のみに保障されるので外国人には保障されない。でこれって、これ外国人に地方議会の選挙権は立法政策の問題だって書いてもいいです。それはどちらでも構いません。でこれはもう国政レベルと同様に考えるって説です。でね、このレックの回答例はこれもね、まあよくある説なんですけど、外国人の選挙権は認めないけど非選挙権は認める。なんでかというと外国人立候補しても選ぶのは日本国民だからいいじゃないかって発想なんですよ。そういう説で書いてます。かっこよ。これに対し地方自治体における公務就任権については別に考えることができる、すなわち市議会議員には条例の制定など住民の権利義務を直接形成する権能が認められるのに対し、地方自治体における公務員には機械的補助的な国民の権利義務とは関わらない業務を行うに過ぎないものも存在する。とすれば外国人に職業選択の自由の一種として地方自治体における公務就任権が認められると解すべきである。で、このレックの回答例はここでね、ちょっとね論理の飛躍があるんですよ。で、先ほどで私が申し上げた通り、この回答例素直に読むと外国人の非選挙権公務就任権は全面的に認められるんじゃないかってロジックで書いてると思いきや実は違いました。立候補はダメなんだけど普通の公務員になるのはいいよって説なんです。だからちょっとこれ読みにくくなってます。だからここでね、もし外国人は保障されないで立候補する権利にも同様である、市議会議員について立候補する権利も同様であると書いて一方でって書かないとちょっと読みにくいです。
ただ間違いとまでは言えないです。じゃあ5ページ目4。そして本門の条例は外国人が英氏職員になることを禁じており、かかる権利を制約している。で第2、制約の正当化について。でここで分かってきた人もいるかもしれないけど、これ3段階審査の書き方です。正当化っていう表現を使ってるんで。で1、職業は分業社会で重要な権利を果たし、また個人の人格的価値と不可分の関連を有するから職業選択の自由は保護すべき重要な人権である。で他方本門条例は日本国籍の有無という本人の能力とは関係し得ない要件による制限を設けており、強度の制約といえる。でそこで制約の可否は目的が重要であり、手段との間に実質的関連性が認められるかどうかによって判断すべきである。これもちょっとコメントしとくと、さっきの私の回答例はそもそも全部人権として認められないっていう人権の設定のところで終わった回答例になります。でこのレックの回答例は外国人の公務就任権はありますよって人権を認めたから、次制約の正当化、審査基準の話になってるんです。だからどの段階で、議論を終わらせるかによって、進め方違うので注意してください。で1で、これ実質的関連性、目的重要で実質的関連性という厳格な合理性の基準を使いました。で2の括弧1、本門条例の制定目的は市の行政活動において国民主権原理の実現を図るものとはいえ、民主主義の重要性に鑑みれば目的は重要性である。で括弧2、では手段についてはどうか。あ、まず地方自治においては国民主権原理のほかに住民自治の観点から当該地方自治体と深い関係を有する者に公務を行わせることが合理的と言える。そして外国人の中にも特別永住者のように当該地方自治体との間で日本人と変わらない程度に関係を有する者も存在する。特別永住者と普通の永住者を分ける議論はあります。それは知っておいてください。で、E、さらに上述のような公務の中にも管理職とは異なり機械的補助的公務を行う国民の権利義務の形成がほぼ認められないものが存在するとすれば、公権力行使等公務員についての国籍要件を合憲とした判例の立場からしても一切の公務員について国籍を要件とすることは合理性を有しない。う、これはそもそも人権として保障されない選挙権の制限についてすら法律という形式でなされているのであるから、人権として保障される地方公務員の就任権については条例という形式ではなく法律によるべきであるという観点からも妥当と言える。だから実質的関連性はなしで違憲ということになってます。でレックの回答をバッと読みましたけど、これもぜひ、ね、参考にしてください。で今の段階ではいろんな回答例を読んで合格答案のイメージをつけることと、あとね、慣れてって気に食わないこと、省略できること、あとはもうちょっと直したいことはどんどん直して自分の答案のイメージを作っていくこと、これが重要です。であともちろん論点についての知識も補充していってください。ちなみにこの論点に関しては国会議員の選挙権、非選挙権は外国人に認められないというのはそれはもうその通りなんですけど、それ以外に関してはいろんな説がありますので、自分の説で書いていっても構いません。そういったことになります。で今日1問しかできなかったんですけど、次回から7、8問進むのでぜひ予習をしてきてください。はい、それではですね、あと今日お配りした2問以降の回答例はですね、次回も使うのでお持ちください。それでは合格答案作成講座憲法第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。